はい。皆さん、こんにちは。レクセン2講師のおかぎです。えー、それでは2019年の小試験、本試験分析会の民事系を始めていきたいと思います。えー、と、ま、民事系ね、えー、3科目ありますので、えー、と、この3時間をですね、3分割しましてね、えー、1科目1時間ずつっていうね、そんな感じで、で、間に5分休憩2回入れると、まあ、そんな感じで進めていきたいと思いますんでね、えー、そのつもりでご準備ください。はい。えー、早速ですけれどもね、お手元、ま、レジュメが2つあるかと思います。えー、1つ目、私のま、作ったレジュメで、まあ、去年も同様作らせていただいてますけどね、えー、民事系の問題検討をこうした方がいい まあ、その視点の問題と、あと、各科目ですね。今の時点で私が予想する一応の水準とかのラインですね。えー、そういったものに一応書いてあります。まあ、当たったかどうかね。あそこはまあ、あんまり興味はないですけどね。えー、とりあえずまあ、当たったかどうか僕の予測の正確性とかね。その辺の検証材料ということで、まあ、今後、講座ご検討いただく方はね、えー。そのあたり、まあ、使っていただいたらいいかなというふうには思っております。まあ、あの、ちょっと誤字があるので、後ほどね、またコメントを入れますけれども、まあ、このあたりが一応の水準かなというね、えー、それを超えてることを確認まずね、できるようにしておいてください。一応の水準これ やばいなっちゅね、えー、そうならないようにね、できるだけまあそういったところを、えー、クリアするのを意識して今後もね勉強してもらえたらとは思っております。はい、えー、それともう一個、えー、レジュメありますけれどもね、こちらの方はあのー、合格者が作成した参考答案が載っております。まあ,あのこれからお話しするですね私の思考過程とは違うところもねいくつかありますので、まあ、そこはそういう理由だとこう思ってください。で、えー、この、えー、分析会もそうですが毎回当連、えー、のね解説については私が初見で現場で解くんだったらどう思考過程するかというね、えー、そういうのを示すということ。 にしたいいと思いま,すまあこの3時間もねそういった視点でやっていきますのでまあ初見だったらここまでじゃないとかねえー、初,初見でもここまでは取りたいなとかねそういったお話をやっていきたいと思いますのでまあそういうつもりで聞いていただければとは思いますはいえー、早速ですけれども民法の問題ですかねえー、これを見ていくことにしましょうか はい。えー、民法を見ていきまして、まあ、配点が35、30,35ということで、まあ、後ろの方に配点がやや重いというね、えー、そういう特徴があります。まあ、一番最後が35点ありますので、えー、時間配分でね、えー、頭で使いすぎないというところは非常に大事かなというふうに思われます。はい。えー、ただまあ、問題自体は短いですね。えー、通常の民事系の問題に比べると2ページで終わってるっちいうね、えー、通常3ページ目まで行くことが多かったりするんでしょうけども、2ページで終わっております。非常に短いので、まあ、その意味では、あの、時間の、まあ、戦いの中でもね、えー時間が 時間切れを起こすような問題じゃないぞというふうに思ってください。で、この問題で時間切れを起こした方はちょっと民事系弱すぎるというね、そういう感じがするのかなとは思います。はい、えー、難易度的にはやや簡単というね、そういう指摘ができるかと思います。例年に比べるとやや簡単というね、そういう指摘ができるかと思います。はい、早速問いのうちからまあ問題を A 先に把握していきますと、1から5まで前提でということは非常に短い問題文ですね。ありがたいなという感じですが、本件事故発生時点におけるこう建物の所有者誰か。で、所有者が注文者であるとした場合に。 えー、C が A に所有者としての責任を追及し賠償請求できるかもうこの時点で何聞かれているかは一目瞭然ですよね注文者ってことは請け負いがあるわけね請け負いの建物の帰属ということなのでああ、完成建物の 貴族のの話だなななとといいいうのがまず前提で、えー、考えなきゃいけないとでその上で、所有者としての責任って書いてますので、あ、損害賠償で所有者としたら717だということで、もうこの問題見てですね、えー、書くべきことはおおむね、もうこの段階で当たりがついたという感じにはしておいてください。まあ、あの、判例を前提にするならば、基本的には請負え人貴族ですよね。えー、請負人貴族がある中で、代金の支払いの程度に応じて注文者に貴族していくというね、えー、そういうまあ判例法理を踏まえてどうなるかというね、えー、そういう感じで分析できると、まあ、あっという間に 頭りです、ね、問いの意思については僕はもうね、え答、ー、案構成自体1分で終わりね、それぐらいになるような問題かなというふうには思っております。はい、問いのに。 え、今度は6から13前提に、え、青を基礎づけるために H がどんな主張、から E を根拠づけるため F がどんな主張、ということでね、え、この形態の問題ですね、なんかこうね、え、去年も見たようなっていうね、そんな感じあるかなと思いますね。それぞれの当事者の主張ですよね、え、それを、ま、基礎づけられるかどうかっていうね、え、それぞれのまず言いたいことですよね、え、主張、え、これをまず的確に踏まえて、その基礎づけれるかですから、要件検討というところをしっかりやろうと、こう思ってください。え、それぞれの主張とその要件検討ですね、え、これがま、 まずやった上でいずれが正当かということでまあ、要は試験も述べなさいというね、えー、そういう話ですで、それでいて30点しかありませんいいですかねあ、い、試験で30点しかありません一番配点も少ないんですよねなのでそれぞれの見解根拠書くのはまあ、10点程度しかないんだろうとそういう推測が立ちますよねなのであんまり いくつもいくつも根拠付け考えても仕方がないと。何か1個か2個検討したら終わりっていうね、えー。そういう感じの問題なんじゃないかなというふうに読み取ってください。まあ僕だったらそう読むっていうね、そういう感じです。30点です。で、3つ書きます。なので、1つ1つはそんなに厚くなくて良いっていうね、えー。そういう判断ができるところかなとは思われます。はい。えー、ただ、内容がどうなのかね、えー。そこまではちょっと予測がつきませんので、これはもっとね、えー、中身見てからということにしましょう。はい。設問3。 今度は、e、イが正当であるとしたときに、H、債務引受け契約の無交渉できるか、と書いてあります。はい、えー、債務引受け、え、というふうに一瞬ドキッとするね、えー、ところありますが、無交渉の可否と書いてますね。えー、ここ、 効力を否定する方法の一個として無効の主張があるわけですけども、まあ契約の無効を言うには有効要件の議論ですからね、ああ民法相続の議論が、まあベースだろうというふうに思っていただいたら結構ですよね。有効要件の議論ですから客観的有効要件と主観的有効要件のどちらかだろうと。どっちかね、あるいは両方か、どっちもちょっとわかりませんが、まあそれを検討していこうというのが豊野さん。で、35点あるんですね、これね。35点かなり分量あるので、これは検討事項としては、それなりに ちょっと用意しとかなきゃいかんのかなと。 こう思ってください。はい。まあ、とりあえず問いの3ですね。えー、35点分ということなので、まあ、それなりに分量ありますので、書くことは結構ね、えー、慎重にというか、たくさんあるぞと、こう思っといてください。2よりも3の方が長くなるね。えー、そういう答案じゃないとまずいかなということでもあります。はい。そういうことで、えー、まずは問題見て何を感じ取れるかね。えー、そこの感じ取れた情報ですね。えー、どこまで現場で皆さん感じられたかね。えー、そのあたりも振り返りながらね、えー、見ていけるといいかなと思います。はい。えー、事実1から5先に確認していきます。 はいえー、29年の5月、注文者と請負い人、えー、これが出てきまして、注文者、請負い人、A 所有の土地に3億6千の建物を建てる、まあ、かなりごっついね、請負い契約であります。 はい、え三、ー、3.6億の浮世契約。で、代金については10%、30%、40%、20%払うこととされて、引き渡しは、6月、翌年ですかね。30年の6月。 11ですね。えー、引き渡しですね。えー、これは31って見えますかね。これ引き渡しの引きですね。えー、引き渡しの引きですね。引き渡しの引き。これは30年6月11日という予定だよと。で、10%、30%、40%、20%というね、えー、そういうふうな代金の配分で。2番。はい。えー、受け入れ債務の、代金債務の履行として、えー、20%、それから、えー、10%か。えー、30%。えー、それから、無料100日に40%払っての結局、ま、代金は80%済みということになりますね。 80%ということがわかります。はい、で三番 B 自ら材料を調達しで使用通りに完成させたというふうになっております。はい、A 三十年六月一日完成。この時点で80%払われてます。 ってことは、もう大体予測つきますよね。えー、完成建物、原則受け負人規則かもしれないけれども、例外的な80%の支払いがあるので、まあこれは80%払ったという段階でも完成建物の所有者は、えー、受け負い、注文者ですね。注文者になっているというふうに考えた方がいいのかなと思われます。はい。で、えー、4番、えー、震度5弱。で、えー、建物。本件事故か。これで十分ですね。本件事故。引き渡し前です。 はい、引き渡し前に本件事故、で治療費の支出を余儀なくされた、でその原因はというと、資材の欠陥と。ということなんで、まあ、717の検討も、まあ、これでできたかなという感じですね、もうだいたい当たりがついたという感じであります、はいえー。定評があって、多くの新築建物を持ちられていたけれども、調査を通じて検査漏れ、で強度を有しない。 はい。検査漏れに強度不十分。まあそういった事情が分かりました。検査漏れかつ強度不十分。まあそんなところで、まあ歌詞ですね。えー、これな当てはめで使うんだろうと。 というふうにはなります。はい。ということで、まあ、問いのうちですね、もう、当案構成もいらんかなぐらいですよね。えー、判例の規範、まず立てて、で、その上で、代金の支払い状況で注文者に行く。で、本件でそれを当てはめすると、原則からすると、浮世に帰属。自ら調達だからね。えら、ー、自ら浮世に調達なので、原則浮世にかもしれないが、80%胸上げ時までにもすでに支払われているということからすると、えー、これは完成建物は注文者に帰属するというふうな合意と考えるべきだと。えー、そういうふうに、まずは、注文者帰属であること、 とまあ一応当てはめした上でその後所有者たちの責任なので七一七一個正しがきですよね。七一七一個正しがきで何が注意かというと正しがきいくためには本文それと占有者の 責任不発生、両方言っとかなきゃいけないということにもなってきましてね、まあだし書きですので、もちろん本文から当てはめして、でかつ占有者に責任なしというところですよね、えー、本文要件プラス、占有者の注意、これ尽くしたかどうかというのを考えてもらえたらいいかなと。はい。何にも難しくない、ねえー。変に 論点論点だから探す方がダメ。ね。えー、淡々と要件に当てはめしていったら OK。で、え、かつ判例の規範に忠実にね。えー、まあ要件ですね。717の要件も、まあ基本的に定義とね、え、判例に忠実にやっていくというのはまあベストなんだろうと思われます。はい。ということでまず土地の工作物と書いてありましてね。え、本件では建物ですね。え、これが本件で土地の工作物に当たるかどうかというところでまあね、え、この土地の工作物、まあ、 建物は問題ないかな。えー、建物は当然のことは土地の工作物だと。ね、土地と接着して人工的に作取された物。ね、えー、それにも当たってくるかなと思いますので、まずはこれ工作物に当たる。はい。えー、それから、その後、設置保存の歌詞。はい。ここでまずちょっと差がつくと思います。設置なのか保存なのか。 この当てはめですね。どっち、ね。またはですからどっちに当たるかの特定は絶対いるね。これやってなかったら多分良好にはいかないと思いますね。設置または保存。どっちか。今回は原始的なので設置の可視というふうに言わなきゃいけないですね。えー、設置、これは原始的な可視保存、これは後発的可視というふうに説明した上で、えー、今回は設置の可視というふうに言わなきゃいけないと。で、かつ可視の定義ね。ここも通常有すべき性質を書いていることという、まずはその定義を示した上で、今回可視に当たるのは どっちかというと、歌詞原因の方ですね。え、この歌詞の当てはめなんですけれども、まあ民法の570条もなくなりますけどもね、え、改正で。え、とりあえず歌詞については、その不具合の状態を指すんじゃなくて、不具合の原因ですよね。これを指すというふうにした方がいいのかなと思われます。はい。そうすると今回ですね、え、何が原因で、 こうなったか、ちょっと必要な共同を有しないというのが、まあ原因ですよね。建物が壊れた。ね。建物壊れたというところが過視状態になりますけれども、そうじゃなくってその原因は、資材の欠陥と書いてますので、資材の欠陥イコール強度不十分ですね。これが過視原因ということで、これが過視に当たるというふうに説明することになります。はい。で、あと、によって他人に損害。まあ損害は今回治療費等ですね。えー、怪我をしたを、 損害にしないでください。今回ね、損害事実説で書いた人、これは多分ね、かなり評価低くなると思いますんでね。えー、損害については今回は治療費等の損害というふうに、やっぱここはお金にまつわる表現しとかないと、ちょっと大きくね、減、えー、点される恐れがあります。損害イコール差額ね、ね、えー、個別損害の項目の積み上げであるというところを説明しておくとより適切だろうと思いますけれども、えー、その損害としては治療費等、ね、これが治療費ですね。えー、これが損害というふうに言ってください。はい。で、あとはよって因果関係ですね。 えー、因果関係のところについてはどうするちゅうと、歌詞との因果関係ですね、えー。歌詞との間の因果関係、歌詞によって生じたというふうに言えるかどうか、今回、建物の強度が不十分。 で、建物が崩落。崩落でないかえー、一部損傷で。で、えー、負傷させたというところで、これはもう歌詞によって生じたというね、えー、特に問題なく当てはめできると思いますが、とりあえず事実拾って当てはめする。ね。えー、そういう感じで、一応の数字は軽く超えるかなというふうに思われます。はい。えー、そういうこと、まず717本文ですね。えー、これで、占有者が責任を負うことになるわけなので、占有者の責任否定が所有者の責任要件ですので、正し書きも行きましょう。正し書き。占有者が、 発生防止するのに必要な注意した、潜、はいえー、有者の注意ですね、ここは少し事実を本件では拾っておくということが求められるでしょうね、潜、えー、有者としてやるべき注意ですね、えー、これを尽くしていたと言えるかどうか、はいえー、今回のところですけれども、使える事実としては定評のある製品なんですよね、定評のある製品です。 で多くの建物に使われているとこっからすると請負い人や注文者請負い人かなな今回者ははねねま、えー、まずは受け負い人になりますよ、ねえー、受け負い人がまだ引き渡し前だからね「専、え、有、ー、者イコール請負い人」ということになりますけれどもその請負い人が建物を建てるときに定評のあるものこれ大丈夫かなとかね、えー、そういうふうに気付くべきかどうかというと。 そもそも予見可能性がないと思われますよね。いいですかね。そもそも血管について何か心配だということを予見可能さるかと多分ないと思います。なので、そういった調査を事前にしなかったとしても過失はない。つまり必要な注意は尽くしたと評価すべきだと。 はい、ここ、過失の認定のところになりますので、予見可能性に言及する、これは必須ですよね、で予見可能性に関わる事情としては、ここで、予見可能性なしというふうに説明したらいいと思います。 で、ここは悩むんだったら確かにですよね。えー、確かに調査を通じて発見できたというところで、えー、その調査をしてなかった点でもって必要な注意がなかったとも考え得る。しかしながらそもそも予見可能性がなかった。以上はそういった注意をするべき義務もなかった。従って、 正し書きの面積が専用者に認められる。よって所有者に責任が生じると。ま、あこういう流れですね。はい。えー、そういう説明をしていただいたらもうこれで717の要件件と終わり。えー、非常に優しい問題です。えー、この35点のところでどれだけ取れるかですね。えー、これはアドバンテージに取っときたいね。アドバンテージとしてもしっかり取っときたい。で、ここでおそらく失点してる方は後伸びないと思いますね。えー、この問いの位置で得点取っとかないとちょっとこのね、民事系では苦しむかなというふうには思われます。はい。 まあおそらくほとんどの方が何を検討すべきか大丈夫だったと思うんですけれどもまあこの中でいくと要件差がつくだろうというところですね。占有者の注意の認定のところから、えー、717の本部のところでいくと先ほども言いましたが損害事実説で書いてるというまあある意味実務家からしたらバカちゃうかっちゅうね <laughs> そういうふうにも見えてしまうんですけれども、えー、損害の書き方それからまたはの前と後ろ この辺りの細かい、こう、気の使いですかね。えー、その辺は大きくね、えー、差に繋がってくるんではないかなという心配はしています。<laughs> はい。というふうなところが、まあ、私のね、えー、分析のところにはなってきますが、まあ、皆さんどう感じたかね、えー、いやいや、こういうところも書くべきだと思った方がいうかもしれませんが、現場だと、まあ、これで十分だと思いますね。えー、現場で僕も書くとしたこれぐらいにして、まあ、まだ後ろも65点分あるんでね、えー、それはもう後ろに行く。 というね、えー、そういう風な選択が一番ではないかなと思います。はい。えー、そういうことで、まあ問いの一は以上でおしまいで、ね、多くの方はほぼね、えー、検討できたらと思うんですけども、まあどういったところで、え失、ー、点しやすいかですね、えー、そこもまあ気づけたらいいですよね。えー、文言の丁寧な認定ですね。意外にこの文言の丁寧な認定のところで失点するという人はいるんですが、もったいないですね。えー、とってももったいないので、文言に丁寧に当てはめするというところは、絶対に忘れないね。で、要件漏らさないことです。 要件の網羅性というふうにね、講義ではよく言ってきますけれども、要件の網羅性でも落とさないというところでもう一個一個、因果関係も損害も含めてね、逐一認定していくと、こういうふうな丁寧さをね、えー、持っていただければいいかと思います。はいさあ、6番以下入っていきましょうか、はい、ちょっと話変わります、はい、えー、6番以下ですが、えー、この後と、説問に説問さんまでいくんですね、H まで出てくるんでね、H まで出てくるんで、8人ぐらいは出てくるぞということで、人間関係が錯綜する恐れ。 がありますなので図書くときもね、えー、ちょっと真ん中あたりから書いていくとかね、えー、そういう工夫をしといた方がいいかなというね、えー、そういう問題にはなりますはいまずは6番 D が所有する建物があって真ん中にしとこうかなはい D の建物が保存登記されておりますで、えー、24年10月に D が E に対し 月25万で賃貸借契約を結んだ L レンタル契約と思ってください。で、えー、翌月分以降については、前月末までの支払い。まあ、普通の賃貸借なので、7番のところは特にチェックなしでもいいだろうってね。えー、7番のところも普通の賃貸借の条項です。はい。続いて8月3日28年に入ってますね。えー、D は E から了解得て、F との間で、F の D に対する貸金3600万の回収目的として、えー 同年9月分から40年8月分までの賃料再建譲渡これをやっております28年9月から40年8月までまあここには3600万の貸金これがどうもあるようですけれどもこれの回収として 譲渡したとこうなっております、はい、でさらに内容証明郵便でその時点で通知しておりますので診療再建譲渡ですね将来再建でありますけれども28年8月3日に対抗要件組というところも書いておきます、はい、ただまあこれ気になるのはえらい長いなっちいう話なんですねこれもともと20年の契約ですから ま、平成44年まで、という話なんですけれども、その中の、12年分ですね。20年のうちの12年分いうことは、かなりの相当部分を F に上げるということになるわけで、これなかなかな、あれです。何が、ちゅうった、これ、将来再建譲渡の判例のお話ですよね。将来再建譲渡の無効要件として、2つあったわけですね。特定性の問題と公助領続の問題で、おやっと、 20年中の12年分も上げるのかとほとんどこれデからするとその後の収入ゼロという <laughs> こういう状態が続いていくわけでこれ公女老族違反という心配ないかなとここ気づきたいところですね12年分ですよ20年中の90と僕はここで気づいてメモだけ入れときますはい続けて えしばらくは賃料 F の方に払われていたというところではあるんですが29年12月になりましてで G から6000万また借り取るんですねで DGH3 人で話をしたとこうなっております3人で話ですはいその後三3人で話した内容ですがで G に財産と呼べるものはこの建物と賃料だけ およよって感じですね。まさか無視力みたいなね、えー。そういうふうなちょっとこうね、えー、びっくりする事情が出てきます。まさか無視力はい。でもこの賃料については、上渡した旨述べたということなんで、もうこの建物しかないというね、えー、こういう状態になっております。で、これに対し、G、えー、売りに出せば賃料収入に見込める。で、相当価格でように売れるんじゃないかと述べ、 で売却代金から弁済してねとこういうふうに言いましたはいえー、なんかちょっとここにんと引っかかりがありますよね賃料債権も売ってるのになんか収入入ると思い込んであるというところですね何、えー、かおかしいぞというところはね、えー、ここで感じるところなんですけれども、えー、どうも賃料収入これからも入るだろうというふうに思ってるらしいで H も債権譲渡にかかわらず建物所有権の登記備えることで自ら賃料を受け取ることができると考えと そういう感じですけれども、はいえー、3人で以下の合意をしたと、はい、どんな合意というと建物については6000万円で売る収益性加味しと書いてますねで代金の支払いの代わりに債務引き受けと。 面積的債務引き受け、面引きと書いておきます。代金の代わり。で、G は D に対しては免除する。で、H は債務の弁債として、3600万払うと同時に、10年間20万ずつ払うというふうに書いてまして、まあ、ここからしてもですね、H さんどうも25万の賃料収入の二20万で払っていこうというね、えー、そういうふうな、まあ、計算が読んで、 取れる、ねえー。そういうところでありますけども、本当にそれ大丈夫なんちゅうね。グラグラなスキームですよね。えー、非常にこう怪しい、えー、スキームではありますけれども。はい。えー、それをまずは言っております。はい。あーのところですね。自分が診療収入取れると考えている理屈が、まあどうも不可解ではあるんですけれども。 登記さえすれば自分が賃料収入取れるとこう考えてるんですこれが A これ言わんとしているのはあ賃貸人の地位を私が取得するんだとこれ入ってますよねなのでこの A の説明には賃貸人の地位の移転は入れなきゃいかんということにはなってきますね自分が賃料収入でなおかつ本件上等にかかわらず と書いてるので、本件債権上渡。があっても、私の方が優先するんだ。みたいなお話ですね。はい、ここには。はい、賃単位の地位の移転、言えばいいでしょう。で、こっちですね。本件売買にかかわらず、ちゅうけど、本件売買はすでに先にされて、対抗要件も備わっているわけなんで。 対抗要件で勝つっていうのはなかなか難しいんじゃないかというふうに判断できますね。対抗要件で勝つっていうのはなかなか難しい。たださっきのところですね。売買が譲渡が無効なんだったら俺が取れるというふうになるはずなんで、これは九十条のことをかけってことじゃないかなと。これであれば確かにエイのものになりますね。 対抗要件で勝つというふうな議論を立てるのももちろん一方法かもしれませんけどもそれが出てきにくいなということであれば90条でもこれはいけるかなと、まあ、対抗要件で勝つか先の再建譲渡が無効だと言ってしまうかこのどっちかで英知としては自分の賃料収入となるとこういう理屈づけはできそうな感じがしていきますはいここまでは英知の はいえー、11番以下、えー、実際にそういった契約が締結されたということで日付を入れておきましょうか30年2月、はい、30年2月にまあそういった契約がなされていってます、はいえー、さらにその後移転登記もされたよというところで12番では今度は E に対し建物は売ったよ で、以後、賃料は H に払ってねと。どないせ中年いいわっていうね。<laughs> えー、そういう状態になりますね。ちょっと待てと。私は今まで F に払ってたのに、今度は H に回と。でも、今後のやつは F に払えと言ったら、どっちに払えばいいんだと。いうふうになっちゃいますね。さあ、困った困ったという感じではあります。はい。13番、えー。E は F に対し、そんなお話、通知が来たことを知らせた。で、F は、本件売買に関わらず、賃貸借かかる賃料を支払う、受けることができると考えと。こっちの方は、 対抗要件で勝つという、そういう言い分だろうというふうには読めますね。もうね、えー、先に再建譲と通知を受けてるんだから、確定的に私の方が第三者対抗に備えてるから私のもんだと。まあいうふうにね、言ってるんだろうと。はい。えー、賃貸人の地位の移転と、賃料再建の譲との、 優劣二重上と債権の上と対抗力28年8月3日時点であるので遅れる賃貸人の地位の移転の対抗力よりもかつ私が賃料の債権者であると、まあ、こんな言い分だろうというふうに予測ができますはいまあ素直に問題文から構成するともうあああといいお話終わりですね、えー、問いのにですけどもね、えー、あといいもうそれぞれ検討したことは 検討したことといかね、えー、検討すべきとされていることはもうね、ここまでのところで頭でね、えー、動かしていると、当案構成もほぼ不要というね、えー、それぐらいになってくるんですが、まあ、やるとしたら、まあ、それぞれの主張を分解することです。主張を分解して、その基礎付けを一つ一つ論拠を積み上げると、こういう発想をやっていくといいですね。だから自分が賃料収入を取れる登記すれば、これは賃貸人の賃の移転の話だなと。賃借人付きの建物の所有権の移転、これによって、 賃借人の承諾なく賃貸の地位が移転すると考えるべきだと。で、さらに、その賃貸人としての地位の主張のためには登記がいるというね、そのあたりの判例法理というのを、まあ、とりあえずは説明するというところがいるんだろうなと。プラス、ここですね。本件上途に関わらずと書いてるの、ここをどうやって基礎づけるかです。で、発想としてはまあ、他にも多分あると思いますけども、30点のところね、ここね。問いの2としては、30点のところ。 1> なんか1個あればい,いとこう思ってください何か1個あればいいとで何か1個思いつくとしたら僕は90条の方を思いつきやすいと思います将来債権譲渡で譲渡人の営業に著しい不利益与える場合であるとかあるいはその他の債権者に著しい不利益を与えるような場合には特段の事情があってこれは90条で無効になるというふうな判例法理ですねこれを説明して今回だったら12年分20年分の12年分この後では無収入 しかもここ書いてあるよね。デーさんはこの建物と賃料収入しか財産ないって後ろで書いてあるわけだから、それらも含めてくると、この債権譲渡はデーの今後の生活等に与える影響は極めてでかいし、他の債権者を害する危険というのも極めて高い。だから無効なんだというふうな説明が、一応90条の枠組みの中でできるかなと。はい、ここは債権譲渡、将来債権譲渡なんでね、えー、将来債権譲渡というとこから、あ、無効要件。 これとこれっちゅうね、えー。これはもう予備試験の問題からずっとね、検討してたら、それはさーっと出てくるはずではあるんですけれども、えー、そこの、まあ、今回は90条の問題をね、えー、書くべきなんのかなというね、えー、そういう気はします。で、えー、とりあえず、あとしては12年分、無収入ね、えー、そのでの財産を、 ほぼね、える、ー、丸々譲り受けるみたいな状態になるので、えー、他の債権者が害する危険も大きい、えー、それから他のね、での営業とか生活に与える影響も極めて大きい、まあそういうふうに言っていって、無効にしていくというのが一つね、えー、あの、論拠付けとしてはあり得るかと思います。他の論拠付けとしては、将来債権の発生時期の問題、これは参考答案に書いてありますけれども、まあそれもまあありかなという気はします。えー、どういうことかっいうと、 これ将来債権ですよね28年9月から40年8月までさあ例えばまあ1点着目しましょうか32年1月付けの賃料これを考えます32年1月付けの賃料を F はいつ取得するかというと発生してないものは取得できないはずなんですね将来債権の特性として F として見ると発生したものを取得するで契約上も のところで発生したものを取得するとこういう契約のはずであるとまあ例のところで将来発生するものを取得するとこういうお話なわけですね。ところが30年2月の時点で例はその賃貸え建物をですね建物の所有権を失っているので賃料を収受すべき地位がそもそも欠落することになるわけです。 その賃料を収受する地位が欠落する人からの譲り受けでは取得しないというふうな理屈はないわけじゃないかなという気がします。 ただ対抗要件はそのはってんのにねっていうね、えー。その辺もあるので、何かなっていう、すごいね、えー、気にはなるところではありますけれども、まあ理屈づけとしてはまあないわけじゃないかと思いますが、まあちょっとしんどいかなと、僕こっちの方が思いつきやすいんじゃないかなというね、えー、90条の理屈の方が思いつきやすいだろうという気がしますので、まあ僕だったらこっち書くね、えー、無理な理屈付けはせんとこうというふうなね、えー、そういう性格です、ねえー。そこは90条で僕は行くかなと思います。はい。さて、イ、e、の方。こちらはもう対抗力。 対抗力のところですね、どんな主張をするかというところですけれども、4672項の対抗力ね、28年8月3日で備わっていると。で、将来再建も。 同様と一応4672項は基本的には既発生の債権の譲渡を想定してるんでね、えー、丁寧に書くならばこの将来債権でもこの対抗要件グ備ジにこの発生してない債権についても対抗力生じるというふうに言っていただいたらいいかと思います。で。 賃貸人ののの地位の移転との優劣これについてはそれぞれの対抗要件で決すべきだとなぜならば同一債権についての二重条と類似の関係といえるからと同一の将来債権についての二重条と類似の関係になっているなので債権条との対抗要件とそれから賃貸人の地位の移転の対抗要件の戦後でその優劣を決するべきだで本件のところでは 28年の時点でもうすでに F が勝っているよと。まあこんな理屈づけで足りるのかなと思われます。はい。でまあ心配性なのでね、私はね、何が心配性かというと、A のところで90度で無効だと言われてるんで、ここの反論もなんか書いときたいなと思うんですけども、ここの反論を E のところで書いちゃうと試験がなくなるっていうね、えそういうまあちょっとせこいことも考えまして、えそこのところは、 試験のところで90条違反はないよというね、えー、そういうところをまあ説明したらいいのかなというところでしょうね。まあもちろん90条違反だというふうな説明を、ねえー、援護射撃でプラスでやっていただいても結構ですが、まあ試験ですね。えー、試験のところ、おそらくですけれども、ここは否定のしようがない。賃貸の C の移転のところね。これは本来は否定しようがない。から優劣のところも否定しようがないと。 本件で流動的な要素っていうのは実は90条のとこだけですね。だからこの90条のところが流動的なので、ここに対するまあ追加の理由付けみたいなのを試験で追加したらいいかなという感じでしょうね。からまあ僕だったらどうするか。で、えー、無効と言われてるんで無効じゃないという反論ですね。20年のうちの12年分というところですね。20年のうちの12年分。言い換えると6割に過ぎないという表現もできるんですね。全体の 全部が全部移転してるんじゃなくて、6割に過ぎないと。こういう表現も可能だとは思いますし、さらにもっと言えば、不労所得ですわ。賃料収入っていうのは。働きゃええやろと、ね。別に生活が苦しいだったら働けよというような話でしてね、えー。そこのところは賃料収入入らないから生活が苦しくなるとかね。それは何を言ってんだというところでね。えー、そこはまあ確かにね、デーが、えー、なんかプータローで遊んでるかどうか知りませんけれども、えー、そこはね、生活苦しくなると働きゃいいだろうってね、気もする。ねえー、あくまでもこの、 賃料収入。不労所得のね、その収入。これが、まあ、なくなるだけ。で、デの、デに与える影響ですかそこは、勤労収入等で十分カバーできるというふうには僕は思うのでね。えー、そこはまあ、そういうふうな書くかどうか別、まあ、書くかな僕も、僕だた書くかな。かなえー、特にデに、デに与える影響というのはね、えー、それは、デーが、賃料、えー、勤労収入とかを得ておけばね、えー、そこのデの生活等に与える影響というのも、そんなにね、大きくないと言えるだろうし、それを通じて、 G や、他の債権者の弁債等も、また可能になるというところからすると、公序牢獄違反として無効にするまでの特段事情はないというふうに考えてもいいかなと思います。はい。まあ、一応90条のところでの主張反論でいくと、こういうね、えー、理屈づけがあるかなというところで、まあ、ここはいろんな喧嘩あってもいいと思いますしね。あるいは別のね、えー、その理屈づけでさっき言ったような感じですね。えー、上人、 のところで発生した再建がいずれけに移転するのが将来再建の理屈だから、上等人のところでそもそも発生しないものは取得できないというね、えー、そういう論法もまああってもいいかと思いますので、そこの、ねえー、考え方に対してのまあ反論を試験で書いてもらってもいいかなとは思います。はい。ということで、まあ一応質問2の検討以上でおしまい中で、えー、なかなかまあ、あのー、傾向としては、 29年の、えー、どちらの主張のね、えー、29年の問題でもね、えぇ、ー、30年か、30年の問題でも何かあったかなというね、えー、その、えー、所有権留保系の問題でね、あったところでありましたけれども、まあ、それぞれの主張、正当かどうか、それぞれの主張の要件検討をするっいうね、ただそれだけの発想です。ねえー、ちゃんと主張があれば、分解して、それぞれの分解したところへの根拠をつける。まあ、旧主張試験では多かった、見解論評型に近いですね。 見解論評型に近いのでその見解をとりあえず適宜分解しでその論拠付けを試みるこういう発想です。意も同様ですね将来再建の対抗力自分が勝つというためにじゃあその論拠付け何ができるかねえ二、ー、重条と類似の関係で。 というふうな説明していけば、これで説明つくと。いうことでありまして。はい。えー、何も難しく考えない方がいいですね。ま、傾向が若干違うねっていうね。そういうふうに説明する人もいるかもしれませんが。ま、別にそんなことない。主張とその要件検討というところは同じなんでね。そこはもう民事系の発想をそのまんまね、スライドしていただくことで十分かとは思います。はい。ま、決してまあ論証パターンの中に入らないというのが大事でしょうね。このね。え民事系の問題に関してはあんまり論証パターンが意義を持つというね。そういうところじゃないかなとは思います。はい。えー、問3い行きましょうか。 え最後のところですね。えー、イが正当であるとした場合、H、債務引きの無効を証できるか。意が正当っていうことは、ここですね。えー、将来債権ですかね。えー、将来債権については、F のものとなります。こうなると、あららと、H からすると当てが外れたっちいう話になるわけね。 こういう無効主張何があるともう錯誤ですよね。もうね。これも錯誤ぐらいしかないというふうに考えられます。まあ、原始的一部不能というふうにも考えることはできるかなという気もしますけどもね。まあ、錯誤が一番素直だと思います。で、錯誤無効の主張をしていただいたら結構でして。はい。え債務引受の95条で錯誤無効になるかどうかと。 はい、改正によって取り消しに変わってきて条文の与え話し方も変わってくる、ねえー、ところではありますけれども、はいえー、債務引き受けについての95条の錯誤、まあ、があるかどうか、はい、で今回のところですけれどもまずどんな錯誤かというと結局、将来の収益性についてないにもかかわらずあると誤審したとここですよね。 作誤、ねえー、要は客観と主観のズレにどう当てはめするかで客観的には将来の収益性なし主観では将来の収益性ありと思ってたわけでここが作誤ですよね。で将来の収益性についてこれは債務引き受けとの関係では公開しに関する作誤ではないはずです。 となるとそもそも錯誤に当たるためにはまあ今回結局動機ですので明示目次に表示プラス法律行為の内容になっていること内容化要件この2点が まず欠かせないということになっていきますし、錯、は、誤、い、無効を主張しようとすると、さらに他のところも言いますね、要素の錯誤、重過失の不存在、まあ、このあたりまでね、錯、え、誤、ー、無効の検討ではまあ必要になってくるなと、だったら35点分ありそうだなという感じがしてきます。結構あるなとと書くことね 錯誤無効の主張しようとすると将来の収益性についての錯誤だよ公開誌の錯誤じゃないよしたがってこれが錯誤に当たるためには判例理論からすると動機が明示目次に表示されかつ意思表示の内容になっていることが求められるでその当てはめまでしていかなきゃいけないでさらには要素に当たることが必要だプラス重過失がないということも必要だというところにはなっていきますあともう一点いくならば今回ちょっと。 共通錯誤である可能性っていうのもねあるのでまあこれもね、えー、検討要素にはなり得るかもしれませんでこれに一個一個後試しますはい将来の収益性についてまず動機ですが明治目次に表示されていたかどうか はいえー、この将来の収益性について、はいえー、とまず H さんはどう思っていたかというと、まあ、収益性あるなというふうにあのところで思っているわけですね。できると考え少なくともまあ思っているところは間違いないんですが表示要件あるかどうかっいうと丸1のところに反映されている可能性がありますね。 D は H に落つ建物収益性勘案した価格であるうんぬんというふうに書いてますので、要は収益性が入る、収益性があるということについては、少なくとも DH 間では表示されていたと。ただしこれ、債務引き受けは G との関係なのでね、G との関係でも表示されていたと言えるかどうかは、 3人で話し合ってたしねというところでしょうね、えー。3人の競技だからね。なので、えー、ここは明治目次の表示というところは、まあ、肯定してもいいのかなという気はします。はい。えー、丸プラス。3人で競技。はい。さらに G もそうですね。G も同じように考えてるんですけどね。えー。 安定収入見込める要因にうるんではないかというふうに、ねえー、考えておりましてまあその意味では相手に伝わってたというふうに言ってもいいのかなと気もするんですけれども少なくともまあ事実としては1のところで H には表示されているしそれが3人の話し合いの中であったんだからやっぱ相手に伝わってたというふうに言うべきなのかなとは思われますただここ気になるのは1を示すイコール売買の動機 ででしかないんですね債務引受けとの関係で表示されていたか債務引受けの内容にまでなっていたかというところについてはこれ別個の問題が生じてくるんですねあくまでも収益性の主たる動機は代金売買のところに勘案してるわけね反映されてるわけねなのでこれが 債務引受の中にも反映されているというふうに言えるかどうかというのは別個の問題ということになってきますこれ形としては売買と債務引受は別々の契約で当事者も違いますからねなので売買における錯誤というところが債務引受についても錯誤がありというふうに言っていけるかどうかかつ内容可用件を具備しているかどうかこれは 隠れた難易度の高い問題ではあるかなという気がします。ここだけがこの問題でのね、えー、唯一の難しいところかなという感じはします。はい、ここをどう説明するか。まあ、両方向でやりましょうかね。えー、一方向で決めつけるんじゃなくてね、両方向の事情を拾っていくというところがいいですね。否定方向の事情としては、別個の契約ですよと。 売買と債務引き受け契約は別個の契約で別個の当事者のやった頃だということでこれは影響しないというふうにも考え得るとしかしながらはい肯定方向 代金の支払い方法として面積的債務引き受けが選択されているんですねつまりこれ密接不可分の関係というそういう言い方ができるところですよねでここに 代金のところに収益性加味ししてて決定していますさらに言えば10年20万ずつ払うというここにも将来の賃料収入があることを想定したと言えるだけのものが入ってますよね。 トリプルパンチで肯定方向が出てきましたので僕はこれは動機が明示目次に表示され債務引き受けの内容にもなっているという判断をしても僕はいいんじゃないかなという気がしています、まあ、もちろん逆方向もあるのでここはあの内容か要件については反対方向に、ね、振ることももちろん考えられるのでそれはどっちでもいいかなと思いますが肯定方向の事情が意外にいくつも出てくるので、まあ、これは肯定方向でいった方がええかなというふうに個人的には思ったりしています 取材、はいまあ、趣旨がどうなるかはちょっと何とも言いませんけどもね、えー、とりあえず別個の契約であることを踏まえとか、まあ多分書いてくるんだろうなという気がしますけれども、まあ、そういったところをね、えー、気づけるかどうかこれやっぱりね事実拾っていく中でこれ気づいていくんですね明示目次に表示で1とこれを拾うとで1、あれ、売買ではないかと売買のところで書いてあって引き受け、あれ、いいのか。 まあ一緒にやってるし、いっかってね、えー、多分まあそういう結論になるんでしょうけれども、ちょっと違いがあるというね、えー、形式的には違うものであるということはね、えー、一応意識できると、さらにいいかなとこう思われます。はい、あとは同時付けもいけるかな、肯定方向の事情ね、同時付けの契約。はい、ここまでいったら、まあ、否定するのはしんどいなという気はしてきます。 と、はい、ということでまずこれで錯誤要件がクリアです。まだ錯誤要件だけです、はい。95条、要素に当たることが必要です。この錯誤がなければ、当事者ももちろん、一般人も契約しなかっただろうと言えるだけの錯誤かどうかというところですね。でもちろん今回、H さんは収益性の感じがなければ契約しなかっただこれはも間違いないんですが、一般人にとってもそうかというところですね。一般人にとってもこのの将来の収益性 かけたとしたら、自分だったらどうかな、ですね。自分だったらどうかなと考えると、やっぱり将来収益性のない建物だったらもっと安い金額で買ってるはずだし、債務引きかなんかもしていないというふうに考えられるので、やっぱここは、将来の収益性というのは債務引きかの中でもね、かなり重要なウェイトを占めていたものという意味で、要素性は肯定してもいいかなという気がしますね。 債務引き受けでも大きなウェイトを占めているとはいで次重過失容易に気づき得たかどうかっていうところですね僕だったらこれは将来の再建譲渡対抗要件もされていると。 無理だなというふうに普通ならば気づくね普通ならば将来の収益性ないということは容易に気づきうるねいうところでありまして将来の収益性ないことについてあまりにも注意を欠いた軽心であるというふうに評価することはできちゃうかもしれませんなので重過失かなと。 容易に収益性なしと気づきうる。まあ、重過室の当てはめのとこね、容易にふにゃふにゃというふうな表現を心がけてくださいというところではありますけどもね、えー、著しく注意を書いていた。で、えー、容易に収益性なしと気づきうるというところがあるので、ちょっと重過室はあるかなという気は、個人的にはします。ただ、あ、やっぱりこれ検討する必要あったかなという気がしますね。共通錯誤です。 H 自身も勘違いしてただけじゃない。表依者である H だけじゃなくて、相手方の G もですよね。今回、債務引き換の G も同じ勘違いしていたというのが10番第2段落の3行目の末ですよね。G は売りに出せば安定した賃料収入に見込める相当な価格で用に売れるんじゃないかというふうに考えているので、やはり相当期間賃料収入に得られるということは G も勘違い同じものをしていたというふうに言ってもいいのかなという気がします。そういう意味では共通錯誤です。 共通錯誤の場合ってどうするって言ったらとにかく無効にするんですよね、えー。共通錯誤の場合であれば、それはお互いに同じ勘違いしてたわけなので、えー、それについて有効とするだけの、ねえー、合理性を書くということで、これは共通錯誤については重過数あっても無効だというふうに考えていただいたらいいかなとは思います。はい。僕だったらここまで書くかなというね、えー、そういう気がします。はい。 そうしないとね、10番の第2段落のところが死んでしまいますからね、G はこれこれと考えというね、その辺の事情がまあ死んでしまいますんで、まあ僕だったらここまで書いて、とりあえず終わりという、ね、感じするかなと思います。はい。まあ多分35点分ね、出てくるんじゃないかなという気はします。で各項目が95条、錯誤該当性で、ここでかなりボリュームあります。表示要件と内容化要件。で、なおかつ、 表示のところの絡む話ですが別個の契約だというところもここで絡めて議論できるところですね、まあ、別個の契約性についてはもしかしたら前に出してもいいかもしれませんね、えー、本来ならばこの錯誤というのが売買についての錯誤であると。 債務引き受けについての錯誤とも言えるかどうか、中途ことでね、えー、別個の契約なんだけども、まあ、一体の契約だからいいんだ、みたいなね、その説明を前段階でするってのはありかもしれませんね。えー、ここの錯誤のね、えー、そもそも、動機に錯誤ありと言えるかどうかのところでね、えー、そこのところでもうね、えー、段階で一体性の議論していただいてもいいんじゃないかなと。その上で、あとは、明示目次の表示内容化、まあ、かなり上へとね、占めた内容検討ですし、事実もたくさん拾えるのでね、え、ここもどんだけ拾ったかっていうのがかなり大きくね、え、差をつくことになるでしょう。 要素性も、まあ、当てはめね、えー、定義書いて当てはめ。行為者にとってはもちろん、一般人にとってもというね。で、一般人にとってもところは、まあ、か評価が書けるといいですけどね。えー、評価が思いつかなかったも、まあ、少なくとも要件検討してるという姿勢は示してください。まあ、評価出さなくても、一般人にとっても、こんなね、え集、ー、約性なければ契約しなかったと言えると。それぐらいのね、この、まあ、評価が入るとプラス1点ぐらい持っとけばいいかと思いますね。で、重過失。容易にほにゃほにゃで、 アホちゃうみたいな感じですね今回ねエイチさんは何で収益性ありだと勘違いしたんだろうってね、えー、普通だったら気づくよねってね、えー、そういう事情はあるので重過失は一応肯定してもいいしまあ重過失なしとしても結構です。ただ住家なしとしととちゃうと この後の共通錯誤のところですね。えー、その辺がちょっとね、えー、まあ、書きにくくはなりますけれども、まあ仮に重化質あるとしてもという形で共通錯誤を書くということもできますので、まあ、あの、これらをね、えー、全部書いていくと35点十分ね、えー、あるところかなと思われます。はい。ということで、まあ回答例なんかをね、えー、コメントを若干入れていこうかと思いますが、 はい。まあ、合格者の作ったご参考答案ですので、まあ、あの、完全解ではないですしね、えー、ちょっとまあ足りないところもまああるかなというところはご愛嬌としてね、読んでいただければと思います。はい。まあ、丸々8ページがっつりね、えー、書いておりますけれども。 ちょっと分量違うんじゃねっていうね、えー。そんなところはまあ若干ないわけじゃないですが。まあい、いいでしょう。一、えー、番のところですね、えー。ここはちゃんと網羅的に検討できてますが、ちょっとだけ残念なのは、四、えー、4ページの一番下でしょうかね。4ページの一番下のところで、歌詞のところですけれどもね、えー。歌詞の当てはめで、設置または保存というね、ここの区別ができてないというところは、これプラスアルファとね、ところを取り切れてないだろうという気がします。 損害は的確にかけています。で、あとは、占有者のところですかね。占有者のところで、はい、占有者の、まあ、注意、ね、書いてたかどうかというとこ、こはうまく書けてますんでね。まあ、予見可能性のところですよね。そこに、まあ、一応意識づけができているのかなと、ね、いう気はします。事故でよって初めて発見した。ね、から定評はって多くのも、用いられていたと。まあ、いうふうなところでね。その意味で、まあ、これ結構ね、予見可能性のあたりの記述はできているよと。 ということで、まあ、この当てはめは非常にね、えー、参考になるのかなというふうには思います。はい。あと、第2位のところですけども、ここ、あの首相が、うんまあなんちゅうかな、えー、なぜ、H が、えー、賃料再権を取れるのかっていうね、えー、その話のところが、まあ、ちょっと90条のところを、 まあ書いてないですね。まあ90条以外の理屈付けっていうことで、まあどれだけ点入るのかね、ちょっとそこはすいません。えー、スダイス指導が出てくるまで何とも言いませんけれども、まあ90条のところが、まあ1番のところで、まあ抜けて、抜けちゃってるっていうね。まあそういった意味で、そこは、 まあ、あのー、改善の余地がまだあるかもなっていうね、えー、そういう答案ともとってください。賃貸にの賃の一点ところはちゃんとかけています。はい。で、2番のところ、対抗要件炉はこれはきっちりとね、えー、かけてるかと思います。丁寧に日付まで書いてね、やっとるんでね、えー。この辺りの丁寧さは参考にしてもいいかもしれませんが、ただ現場でここまで丁寧に書けっかっていうね、えー、気もするので、まあ、ここはね、えー、あくまでも参考程度にしといてください。はい。で、いずれが正当化ということで、まあ、この3番のところは、あのー、上等、任、 のところで発生している必要があるのかどうかという、まあちょっとね、えー、理屈っぽいところの説明での主張反論になってますが、まあここはまあ90条のとこだったらね、えぇ、ー、90条違反にならないというね、えー、その説明も書いていただいたらいいのかなと思います。まあここは一見解なんで、まあね、えー、まあまあこれもありかという程度にね、え私はしておきますけれども、もしかしたら素材主催点実感ではちょっとこれじゃまずいってね、やってるかもしれないし、僕の方がちょっと不十分でなってるかもしれないので、ね、そこはなんとも言いませんが、僕だったら90条かなって気はするね、えー、なんとなくですけれどもね、えー、そういう気はしています。はい、えー、第3 のところですけれども、まあ、錯誤の主張ですね、作語の要件、それから、まあ、錯誤の要件か、えー、作語の要件のところで、明示目次の表示と内容化だけで3ページ書いちゃってるんですね。まあ、いいんですけどね、これね、いい,いんですけど、否定するんだったら、まあ、否定するんだったらいいんですけども、ちょっと取りこぼし感がありますね。で、これやっぱり民事系は要件の網羅性というのはね、非常に重視した方がよくって、えー、今回のところだと、要素性、重過質のところ、共通錯誤性、 結構ね網羅的に敗点が考えられるところでありましてこの構成しちゃうと後ろ3つ死んでしまうというところは出てきますまあなんかかなり冷たく錯後無効う否定しちゃっていますけれどもまあ素直に考えていくとどうなのかなと いうところは、ねえー、あったりします、まあ、後ろの、まあ、要素性まだ入,入ってるんですが重過失共通錯誤性のところは、まあ、もったいないなという、ねえー、そういうい気がするところではあります、はいえー。あとは一体性のところがあまり意識はないかなという、ねえー、債務引き受けと売買の一体性の話かな、えー、そこは少し、えー、意識づけとしては足りないような気はしてますけれどもまあまあ良好近づくんじゃないかなと。 いう答案ではあるかと思います。一応の水準は多分ね、超えてるだろうとは思いますけれども、えー、ここの第3のところで、まあちょっと改善ポイントが多いので、良好までいかないかなっていうね、えー、そういう気がしますけれども、まあ、一応の水準のところはまあ軽くね、いけるかなとは思います。はい。さあ、そんなところで振り返って民法ですね。えー、まあ、私のオリジナルレジュメのところでも、えー、書いてはおるんですけれども、一応の水準ラインですね。まあ結構簡単ではあったんですけれども、みんなが書くべきところをきっちり書く。 これが一応の水準でも大事なところでね。えー、誰しもがかけるところを落とさないってね。えー、野球に例えたらノーアウト満塁で2点ぐらい取っとけっていうのと同じです。ね。えー、そこで点が取れないようだと、これは悲なしね、えー、苦しいところになってきますんでね。みんなが取れるところで絶対取る。で、えー、問い抜つだったら所有権の帰属。717の要件検討。ね。えー、そこのところで漏らさないというところですね。で、プラス、問いの2。で、いけば賃ンの地位の移転。 それから対抗要件論ですね、えー。そこはもう絶対落とさない。問いのんであれば動機の錯誤、判例要件の検討。ここまではもう絶対。あとは要素性かな。えー、そこまではもう絶対とで。あとはまあ加点自由になっていくんだと思いますね。で、加点自由のところは一個でも触れた方がまあ加点にはなっていくだろうし、両方向というところを意識すると加点しやすいですね。えー、要は否定方向と肯定方向と両方事情が上がっている時にね、えー、どっちかだけでも一方方向こうで進むというのは、 反対方向の事情を落とすっていうことでもあるのでね。えー、確かにしかしという形で両方ちゃんと拾うという意識を持っとってください。で、ねえー、今回だったら契約内容化のところですよね。契約内容化のところは両方向ね、えー、一応拾うこともできる。ね、債務引き受けと売買はまあ、形式では別個だし、一般的には別々にされるようなものだというような感じで、まあこれは、えー、否定方向に行くっていうのも十分考えられるんですけれども、まあそうは言うものの、 本件では密接関連しているものだというふうな形でね確かにしかしというふうにちゃんと両方向を拾うこれは良好に行くためにねかなり欠かせないところになると思ってくださいで、あんまりその学術的な論点とかね学術的な論争ですねそこに拝点があるとは思わない方がいいですねまあちょっと刑法は私の分ね、今回の解説する対象ではないのでまあ、コメントはあまり最小限にしときたいと思いますけどね、えー、刑法のところは若干ちょっと学術寄りにね近づきつつあるところありますが少なくともこの民法の問題を見る限りは非常に 実務的な要件検討させる問題になってますんでねえそういう意味ではまあやっぱ誰でもがかける判例それから要件の検討で絶対落とさないとでプラスアルファは、まあえー、事情をたくさん拾えるところは両方向を拾おうとかね、えー、そういったお話を、えー、していくといいのかなと思います、はい、ということで、まあ、民法のところでちょうど1時間、えー、経ちましたので一旦休憩入りましょうかね、えー、5分ほど休憩をて35分再開したいと思います。 いいすみません時間になりましたでしょ第二問ですね商の方に入っていきたいと思います第二問の商法ですけれどもまあちょっとなんちゅうかな従来のその訴訟中心というねそういう問題から若干ちょっと変わりつつあるかなというそういう印象は持っておりますまああの商法のまあ会社法の問題でね手法系の問題ですよねまあ平成三十年でもありましたけれどもまあ手法系の問題まあ今回は問いの位置ですで、ね、問いの位置に関してまあこれは手法を問うというねそんな問題でありますけれどもまあそういったまあ問題が増えて きてるチームでで、まあ、訴訟と手法ですよね、えー、会社法でのまあ勉強の、ねえー、対象になってくるのは、えー、株主とかが取り得る手法であるとかあるいは訴訟系の問題というところを、ね、意識しておくといいのかなということで、まあ、ちょっとずつ、ねえー、若干、まあ、たい出るべき場所がまあ変わってはいるということは言えるかもしれませんが、まあ、そうは言っても。 要は当事者の目線で言いたいことを考えるってことは変わらないんでね。そういう意味ではね、広い意味では当事者の目線で言いたいことを考えるというね、そういう訓練を商法でもやっとけばいいんじゃないかとは思います。はい。早速問題検討をね、見ていきます。第2問の問題文。30、50、20。かなり頭がね、頭というか後ろが軽い。真ん中重いというね、そんな問題です。まあ時間配分はそんなに心配らないというね、そんな感じでしょうか。はい。まず問いの位置から確認すると、投げって感じですけどね。えスは 30年1月に後者の株主として、えー、株総会において、総会の権限に属する一定の事項を提案することを検討していたと。で、1から4前提に落つ。えー、そのために取ることができる会社法上の手段について、まあ、手法の問題ですね。えー、手段について、えー、自ら臨時総会開く場合と、それから30年6月の定時総会で提案権行使する場合の、それぞれの手続きを説明し、比較検討して論じなさい。まあ、こんな風になっております。はい。まあ、問いの1、図解すると、 えー、自ら招集と6月の定時総会で提案権6月定時総会提案権、はい、この2つについての比較検討中と,ところではあるんですけれども。 あんまり普段勉強してねえぞって感じがしますね、これね。まあ、勉強してる方してるかもしれませんけども、そんなに論文対策厚くやってるところ価値を割れると、若干クエスチョンマークのつくところであります。でこういう時どうするか。あ、条文あるし条文見とこうと。<laughs> こんな感じですね、えー。条文あるし条文従おうとね、えー、そういうスタンスがいいかと思います。まあ、これもすぐ出てくるといいですね。ここに条文がありますので、まあ29、297と303、305ですよね、えー。この条文の要件検討を比較しながらやろうと。 まあ、条文を引いたらいい。ね。えー、困った問題は常に条文を引くってね。で、あとは文書に、そうすぐ上見ると、定款ってのが書いてあるんでね。あ 定款も使いながらやろうかという感じでしょうね。えー、定款と条文ね。えー、これを使っていきながらやっていくというスタンスができるといいでしょう。はい。ちなみにこの自ら召集の297ですね。すぐに出せるようになしとってくださいね。えー、ここはもう、ね、期間の条文については、はっきり言ってすぐにアクセスできるね。えー、それぐらいなっとかないとちょっとお話にならないというところありまして。まあここは期間の条文についてはすぐにね、えー、ドンピシャでも近い,近いところね、言えるようにはしといてください。はい。えー、さっきに問いの2。問いを先に確認します。問いの2が。 えー、4ページの下、長っ,って感じですね、えー。会社法の問題非常に長くなってるね、えー、感じですが、問いのに、お通社は、30年6月26日。 えー、新株予約券無償割当の差し止め請求を考えている。で、落ち者の取ることでできる会社法上の手段。で、落ち者の立場で考える主張と、その逃避を検討して論じなさい。というふうになっておりまして、新株予約券できたかって感じですね。えー、しかも、無償割当っていうね。えー、あまりね、えー、まあ問題の中でいくと、ちょっと少なめの問題ですよね。えー、普段、まあ多くね、新株発行の方だったりね。あるいは、まあ、そうか、新株発行の方がメインだろうし、新株予約券もやっぱ発行の方がメインでね、無償割当ってのはかなりレアな、ね、そう というまあ方法にはなっていきますけれども、まあ、それのまあ手段と逃避、えー、主張と逃避これが問いのに,になっております。で、ここに50点分あるということは、それなりに書くことがあると。ただし、3つに分かれてますんでね、手段、主張、逃避手段、主張、逃避と3つ分かれています。 ということは1個あたり10から20という配点の可能性がありますね手段主張逃避1個あたり10から20 10から20になるとそれほど長くはないですね手段主張逃避で1個あたり10から20ということは1ページ程度ですそれぞれ言ってもそれぐらいの内容です なので、それほどたくさんね、えー、あれもこれも、それもどれもとね、そんな感じで書くんじゃなくって、まあ、あっても1、2項目、えー、あって、それを考えていければいいんじゃないかなと、ね、えー、そんな感じで、えー、ここはあまり熱く書きすぎるというところをね、えー、しない方が健全でしょうね、これね。えー、書くことが1個あたり10から20しかないというところですのでね、えー、あまり、え1個1個で、大転換しないようにはした方がいいんじゃないかと思います。はい、続いて問いのさん。 え大取社長 A の423の責任、決議の効力検討した上でということで、決議の効力プラス423で、たった20点、普段結構勉強してるところなのに、たった20点ってね、ちょっと寂しくなる配点ではあります。 なんかもうちょっとくれてもいいのにっていうね。そんな感じがするところでありますが。まあ、ここの問いさん、20点しかありませんので、もうコンパクトに、粛々と書いておいてください。コンパクトにね、え要、ー、領よく書くしかないかなと思います。はい。 まあそんなところでありますが、はい、えーメインは問いの2になりますけれども、まあ問いの250点しかないのであんまり長々と引用したりとかしないようにね、えー、問題文の事実今回たくさんありすぎるんでね、えー、これを拾いすぎると多分それだけでパンクしちゃいますので、要領よく引用するというね、えー、こういうスタンスは欠かせないのではないかなとは思われます。はい、えー早速問いの1から行っていきましょうか。はい、えー、問いの1のところですけども事実関係の整理で、はい、校舎。公開会社と。 こなってます。はい。えー、事務用品の製造販売目的とする。えー、結構まあ有名な会社なのかもしれません、ね。上場してるよというところです。ちなみにですが、会社の期間構成のところね、えー、株式の構成のところも、えー、株式のまあ発行形態もね、えー、非常に大事ではあるんですけれども、ここ、公開、上場。で、後ろの方で、株式の、 まあ、え、新株弱いけど無償割れてとあったのでね。えー、要はそのね、決定権限者のところ、あ、これ影響するなというところはね、ちゃんと見といてくださいね。えー、これ、基本的には公開会社だとなってくると、取締役会で基本的には決定できたりするところ。なんだけれども、有利発行になると株主総会でみたいなね、そういう構造になりますよね。えー、ここのま、株式の期間、株式のその、えっ、ー、と、発行形態というのもね、ちゃんと意識して見ておくようにして,てください。えー、公開でかつ上場です。取引安全にも配慮しなきゃいけないというね、そういうところにはなってきます。 はい。で、また数字がいっぱい書いてますね。20億、250。で、年間売上三300とかね。えー、めちゃくちゃ書いてあります。まあ、大会社かなーちゅうね。えー、そんな感じがしてくるところでありますが。はい。取締役は10人。むちゃくちゃ多いですね。 はい。手控えにはもうこれぐらいにしておきます。えー、数字のところはアンダーラインでもヒート結集ね。そんな感じです。はい。えー、2番、えー。校舎は5年前から海外移転進めて、えー、国内の役割、えー、大きく変化している。で、2つ倉庫あるけれども、P 県の倉庫と、えー、こっちはほぼ使用されていないと。はい。P 倉庫空き。で、値段が上がってる。 15億と、はい、この辺で、ね、ちょっとビビッと反応ね。15億。会社にとっては、まあ、総資産250億のうちの、まあ6、6%程度にはなってくるんですけども、まあ、やっぱ重要財産であることは確かかなというふうには考えられるね。えー、この辺り、まあ、2番、別にまあ、本件で出てくるかどうかわかりませんけども、この倉庫ですね、もし売るとかなったら重要財産処分とかの話になってくるなというところをね、この辺予感が立てられるといいです。はい。えー、3番。 落つ合同会社。まあ、別に偏見ではないですけれども、合同会社か、というね。えー、いうところで何かやらかすんちゃうよるか、という気がしてきます。で、えー、案の定、3番。えー、投資ファンド。代表社員、B。これがおって、えー、P、公社が、P 倉庫はじめ多くの有給資産で売却することで配当を増額すべきだと考えているということで、なんとなくですけどもね、え、ハゲタカ軍団みたいなね、そういうのをこう想像するというところではあります。はい。で、えー、買い集めている。 ええー、十数年前よくあった話ですね。投資ファンドが買ってね、えー、なんとかファンドで、えー、いっぱいありましたけどね、えー、M ファンドとかね、えー、いろいろありましたが、まあ、あの、そういった時代のことを、ね、彷彿とさせるね、えー、そんな問題です。はい、えー、ば、敵対的買収みたいなね、そういうのもなんとなく、想像がつきます。敵対的買収 という観点からすると問いのに新株予約無償割り当てもうこれに関連する判例としてブルドックソースかなというね、えー、そういう予測もまあそれなりにね立ってくるところではありますはい、えー、おつ社買い集めているよどんだけ持ってるの29年5月で 4%9 月で9.830年に15%かなり急激に増えてますね こんな感じで。はい。えー、4ヶ月おきで、まあ、ほぼね、えー、5%前後ずつの伸びをね、えー、示しているという感じでありまして、まあ、どん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 買い足しているよというところがわかります。はい。で、4番、定款が書いてあります。はい。定款見ていくと、えー、定時総会、6月、臨時総会、必要あるとき随時。まあ、別に特段変わったところはありません。13条、基準日、3月31日ですが、定時総会の基準日となっております。14条、 えー、総会は、社長が招集し議場となる。で、事故があるときには、うんぬん。で、36条、事業年度は4月から3月31というふうに書いてまして、まあ、問いのうち検討するにあたってね、条文の比較というのはもちろんね、していくとは思うんですけども、この定観、わざわざ書いてあるので、定款で意味ありそうなところですね、えー、これもピックアップすると、13条、気づきます。定時総会の基準日です。 こっちの方には13条の適用ありですね。けどもこっちの方は中途何とも言えさらに14条、株主総会は取締役社長が招集し議長となる。社長が招集したやつは社長が議長となるっていうことなんで、定時総会の方は14条で社長招集議長なるということになりますけれども、 上の方はククエスチョンマーと、はい、一応定款で本件に関連するところちょっといっのはこの2つが挙げられるのでこれも書くと、まあ、間違いなく加点自由だろうという感じはなるでしょうねえ最低限かと言われると条文の比較これが最低限だろうと思いますけれどもえそれプラス定款のところも着目するとおよ というねえー、そういうふうにまあ丁寧に読んでいくと気づける、ねえー、ところにはなっていきます。はい、あとはこれらの比較検討というね、えー、そういう話で、はいえー、あとは自ら招集する場合、297ですかね、まあ、条文確認していくしかないですね、これはね、えー、内容まで覚えてる人はまずない、ね。えー、297条。 条文はアクセスできてもね、えー、内容までスラスラ言えるとこれはちょっとね、えー、ある意味ちょっと気持ち悪すぎるからね、会社もマニアという感じになりそうなんでね、えー、ここはまあ条文見て、ね、要件出てきたら OK です。はい、えー、総議決定の100分の3。定官特にはないですね。100分の3以上。6ヶ月。で、目的事項と招集理由を示して招集請求。 はい。ざっくりと書くとこんな感じでね。2971個。100分の36ヶ月、招集請求です。はい。で、公開会社なので2項の適用はなし。で、3項で。えー、召集請求した株主は、裁判所の許可を得てせ、招集することができると。 はい。ということで、1号、代行の規定の請求の後、知体なく召集手続きが行われない場合。で、2号、召集請求あった日から8週間以内の日を総会の日とする召集通知が発せられない場合と。ということで、はい。えー、一応4項も要件ちゃ要件ですね。はい。裁判所に請求しなきゃいけません。裁判所の許可かな。正確に書くと。 はい。これが2971項の手続きです。はい。で、それ以外のところは特に書いてません。2 1 8条1項ですね。えー、これは、取締役の招集、総会の招集決定権者ですね。えー、取締役と書いてますが、全条4項の株主。招集する場合によっては、当該株主。これが次の事項を定めなければならないという風になっておりまして。まあ、ここで13条のところが影響しますよね。株主が招集。あ、14条か。株主が招集。だから、14条の適用がないということになりますよね。 14条1項ね、えー、株主総会は社長が招集し議長となるとは書いてますけれども、株主招集の場合には14条1項の適用なし、あ議長の適用がないんだと、どうなるっちゅったら議長、その場で決めるっちゅうね、そういうことになってくるんでしょうね。なので、14条の1項の適用がないぞ、あこれは書けるなと、はい、議長、その場で決めるし、 13条も定時総会のと書いてあるので臨時総会には適用ないので基準日なしと基準日なしということは総会その日に議決権を持っている人であれば構わないということになってきますよね他方で303305の株主提案権 まあ大丈夫だと思いますが、303,304,305の違いぐらいはね、分かっていただけるといいですよね。303, これは議題の請求ですよね。目的の請求で、これ議題の請求です。304はその議題に関する案の提示ですよね。会議のテーマそのものは303。8週間前までというふうのがありますが、その議案そのものは304で現地で出せると。こんな話ですよね。で、議題そのものについて303で出せますけれども、そこの事前の検討してもらおうと思えば305ですよね。議案か。 議案はその場で出せるんだけども、305、えー、議案、事前に検討してもらうためには、情報通知、情報開示していかなきゃいけない。ということで、305、えー、事前に、議案の要領通知ですよね、えー。これができると。これが305です。はい、303と305ですね。これが8週間前まで、ねえー、いるよというところにはなってきますが、100分の1。は300個で。なおかつ6ヶ月。 でで週前までというところで、まあ、303も305も同じですかね。はいこれを比較しましょう。はい比較して見えてくるところですが。 297の方は2段階ですね。招集請求を裁判、えー、取締役とかにした上で、なおかつ一定期間取ったってから裁判所にお願いすると。こういうのは2段階取らなきゃいけない。いいですかね。2段階取らなきゃいけないので手間は手間です。ものすごく手間は手間です。でも 6月まで待たなくていいとこういうお話ですね他方で提案権の方は中途303305でまあ提案要件は軽くなってるしかも時期としては8週間前までということなので4月になるんでしょうねえー、毎年6月に召集しというふうに書いてありますんでまあ4月ごろ になってきますはい現時点で説問1見てください30年1月のお土佐の立場ですね3ヶ月待つのか冑ねこの3ヶ月待つのか冑のがこの後ろの方のネックですよね自ら早くやりたければ上の方を選ぶとでもまあそんなに急がないんだったら下の方でもいいかなこれ確実ですよね 上の方は裁判所をかますんで、えー、もしかしたら何らかのミスで却下されたりとかね、えー、そういうふうな心配をしなきゃいけなくなりますけれども、下の方は確実にできます。はい。比較すると出てきますね。上の方は手間である。裁判所の許可ということなんで、万が一の形式的なミスによって開催されないリスクですね。えー、これを心配しなきゃいけませんが、下の方は遅いけれども確実。 あと、この辺から何か出てくると理想的ですね。基準日の問題。はい。えー、3末時点での基準日となるのが定時総会ですが、上の方は基準日要件がないというところで、まあ、その、ね、え3、ー、末時点での株主、まあ、誰を相手にするかというね、えー、誰に、まあ、例えば委任状を勧誘するかっていうね、えー、そのあたりについて、 上の方は基準日がないという点で結構めんどくさそうですねその後買い足した人とかその辺どうするというねそういうめんどくささはありますが下の方は結構準備ができるということになりません3末時点での株主に送ればいいということになるわけですのでその人たちに委任状を勧誘すればいい上の方は基準日がない点でちょっと流動的ですよね総会の直前に 大株主とと思ってたた人が一気に売却したとかねそういう計算違いとかが起きてくる。そういう可能性ありますよね。でも下の方は中途、そういった計算違いは起きにくい。3末時点で固定されてるんでね、えー。そういう意味では下の方がメリットがあると。要は、招集通知号ですよね。株主が招集しますというふうに決まった後になって、うわ、こいつが入るんかいうこだっ株,株式手放した人ですね、えー。そういう人が出てきた時に、下だったら心配いらない。上だったらその心配しなきゃいけないと。そういうことです。 はいまあ、これもちょっと具体的に考えてくると、ね、出てくるところでありますが、はい、基準日があるなしでどう違うか、ねえー、基準日は三マスで固定できるんですねで上はちと固定されないので流動的に、ねえー、売却されたりとかされたりするとちょっとたまらんということになってくる、はい、さらに14条十四、はい、条の方は議長が社長になりますでも上は社長とは限りません つまり下の方は会社の方に有利な進行というのがなされる心配がありますが上の方は自らがイニシャチブを取って議会の、えー、議事の進行をできる可能性があるというところでそういうメリットがあると、はいまあ、そういうことでそれぞれのメリットデメリットを比較して、ねえー、説明したらそれでいいんじゃないのという感じでしょうか。はい えここは法律論中よりは具体的に考える力があるかどうかというところにかかってくると思います自分が1月の時点に立ってるで下だったら6月だよ上だったら今できるよこっから出発していくと具体的なものがいろいろ見えてくると思いますで、えー、そこのところでまずは6月まで待たなきゃいけないのかどうなのか確実なのか不確実なのかから基準日のところで流動的なのか固定的なのか議長のところで 社長なのかその他なのかその、ね、違いというのをまあ自分なりの言葉で説明できたらそれで OK だろうと思いますし比較検討事項が1個より2個2個より3個と多い方が点は積み上がっていくというふうになるだろうと思います、はい、それ以外にもまあ,ありうるところですね、えー、それ以外にも、まあまあ、思いつくかどうかは、ねえー、別にはなるのかなという気がするんですけどその参考とはもう見ていただいたらいいかなという気がします、まあ、思いついたらそれはすごいねという、ね、感じではありますけれども えー、参考答案のところかな、あそっか、参考等のところ、明確には書いてなかったんか、えっ、ー、と、議長のところの、えー、ところは書いてはいるのか、過剰なコントロール、会社の過剰なコントロールか、えー、そこのところですね、えー、そこは、まあ、気付くかどうかなんとも言えないところでありますが、ここですね、社長が、提示総会だったら、社長が議事進行で、会社側の意に沿った 進行になりやすい、ねえー、そこまでまあ知ってたらまあ書けるのかなという気がするんですけどね、えー、過剰なコントロールという形で書いてますね、えー、過剰なコントロールという形で書いてます。でこれ、過剰なコントロールという形で書いてあることに、実はプラスアルファ、もう1個言えまして、下の方は必ず会社提案が入るんですね、必ず会社提案があって、その上で対案として株主提案というのが出てくるので、すいません、えー、ここのところですね、条文からちょっと気づきにくいところにはなってくるんですけども、 はい、会社提案が必ず用意されて、基本的には会社が進めていくので、会社の提案から先に出てくるはずなんですね。会社の方の提案からまず先に審議されるという,ような可能性が高まって、人間って結構先に聞いた方を信用するというね、えー、そういうところもありましてね、なかなかこの辺で、やっぱりこう会社のイニシアチブですね、えー、それが働きやすいというところは、書こうと思ったら書けるかなというぐらいです。でまあ、気かかなかったらいいですよねね、えー、ここはもう、ねえー、どれだけ具体的に イメージするか、中うのね。えー、それと、まあちょっとだけね、株主総会の定、えー、状況というのを想像するかというところになってくるかなと思います。はい。まあ、そんなところにしておきましょうか。はい。えー、株主総会のところ、えー、30点ありますが、まあここね、そんなに書くことあるかな、ちゅうね、えー。そういうなりそうなところでありますが、一応は、ここの要件の比較、ね、最低限これをして、で、それぞれのメリット、デメリットは1個か2個は書いておくね。えー、これで一応の水準と思われます。で、あとは、 定観のところで気づくかどうかですね。えー、ここはかなりの加点自由としてはウエイトが出てくると思いますが、まあ、現場でここをね、えー、13条14条気づけるかと、ちょっとここはね、えー、気づいてほしいですが、ね、えー、気づかなかったとしても、まあ、不合格にはならんだろうというね、えー、そういう心配があります。まあ、それだけで一応の水準切るというのは多分ないとは思いますけれどもね、えー、少なくとも297、3 0 3 300、30 5、ここでの比較、これ一応の水準と思ってください。ね、なので、誰もが取れるところ、条文の比較ですよね。えー、ここで絶対取る。 で、プラスアルファ、この、ね、えー、え、エビデンスと、エビデンスかドキュメントですね。えー、その問題文に上がってきているドキュメント系というのは非常に重要だよ、というふうに言っていきますけども、定款ですよね。えー、それをしっかりとこうね、具体的に見る。こういうスタンスを持っとってください。はい。さて、5番以下、入りましょうか。はい。えー、第2問以下ですが、えー、おすしえー、今度は3月31日で、ね、20%持ってる。こんな話になりまして、いよいよ、というね、そんな感じですね。えー、議題の請求をやってきました。 303と305をこれ選択したとこうなっておりますで内容定款変更えー、財産の処分総会決議によってもできるというふうにしようじゃないかということなんで1の定款変更のお話ですけれどもこれって要はこういうことですよね 362条4項1号これの会社法の定めの督促を作るとこういうことですよね重要財産処分について株主総会やりましょうという権限の変更に関するまあ定款変更と読めます次2番売却の件具体的な売却これを提案してきたとまあ具体的なっていうかね、まあ 売却時期の決定。まあ、これを求めてきたと。はい。これが一応株主提案です。で、6番。えー、取締役会で相談されて、で、提案には反対する意見が多かった。で、また以下。えオ、ー、ツについては売却益を、えー、短期間で売って売却益を手に入れる手法。か、敵対的場合で支配権獲得し経営時入れ替えて切り売りする投資手法。から 後者の授業に無理解であるというねこの辺の事情が書いてありましていろいろとこの辺の事情が具体的に書いてあるので要約して6番の横に書いておくといいですねおつしゃの問題点ねおつしゃの問題点あるいは好ましくない理由これが6番のところに書いてあります。 短期売却支配権獲得で経営陣入れ替えで切り売りでなおかつ事業について無理解はいこういうふうな落ちたの問題点が見えてきます で実際にそういうい心配があるぞと第3段落第4段落かな仮にお土が支配権取得すれば切り売りするのではないかで刑事へ行かるのではないかというところでここを懸念しています特にねこれ2回目出てきてるんで第4段落のところは絶対に書くとこうしてくださいキーワードですよね 本件の問題で重複して同じような事実が出てきたというようになってくると、これは問題文出題した人が強調したいところというふうに読んだ方がいいです。なので、6番の第4段落のところですね。これ2回目ですよね。支配権獲得、入れ替え、切り売り。これ一番、おすしゃんについて心配してるところと。こう思ってください。はい。で、7番。えー、阻止すべきと。で、無償割り当てしよう。でも対話も重視。 総会の決議でやろうというね、えー。そういう形で、あ、この辺、ブルドックソースの判例見てた方についていくと、あ、なんかこれ辺、規範そっくりだなっていうね。えー、そういうところが出てきますね。えー、とりあえず、ね、えー、経営陣の、えー、ごめんなさい、支配権取得は否定するべき。でも、ね、えー、株主の承認も得よう。で、対話重視。ね、えー、そんな感じのところで、はい、えー、支配権の 取得阻止すべきでも対話も重視で総会でとこんなふうになってますはい、えー、これ7番全体おつ社の意向じゃない後者の意向ですね 後者の移行、はいこれが次の段落で見て取れます。で8番取締役会決議がされまして無償割当ての概要ね一、えー、株二個こんな風に書いてましたね基準日7月24とかね、えー、さらに無償割当てで割り当てる目的株式の数は 新株予約金1個に対して株式1個。ね。えー、さらに払い込み金額は1円。ね。非適格者、おつしゃ。まあ、いろいろ書いてあります。で、適、え、体、ー、的買収に関する条項ということで、まあ、さーっと見ていくしかないだろうと思いますね。これね。えー、とりあえず、あ、敵対的買収の阻止だなっていうね。えー、そういうふうにまあ読めます。おつしゃだけ。要は、非適格者というね。えー、その辺が出てくるところで、これ、事前にブルドックソースの判例知らなくても解けるように作ってくれてます。何かっいうと、 株式の無償割当て、基本的には株主,株主に平等に与えるというのがまあ本来のあり方のはずでねそっからすると「括弧8非適格者とおいおいおいと1人だけ差別するの」というところで括弧の8から「株主平等原則に反しないか」というところは気づきたいところですね。前提知識なくてもここは、 解けるとこです。まあ、持ってるに越したことはないですけどね。えー、判例のね、えー、規範持ってるに越したことはないですけれども、ここは気づきようがある。し、さらに、括弧の10。えー、会社の方が取得できる。で、えー、非適格者以外の株主については、普通株式で取得でき、非適格者1円と。1円っていうね。えー、そと、ここも好きにはなります。 対価として十分なのかっていうね。えー、そんな感じがする。新株予約権取得するときにですよ。えー、会社が取得するときに、ね、新株予約権を回収する際ですよ。回収する際に、普通株式で与える人と1円だけ与える人、あまりにもこれ対価に差別があるんじゃないかという感じがしてきます。これも、まあ入れようがあるところです。 ただしということで、話し合いで、特にもう割り増し、買い増ししないということであれば、無償で取得。全部を無償取得。まあ、破棄するっいうね、そういうことになります。はい。で、これについて、議題3ですね。えー、提案理由、いっぱい書いてます。はい。えー、提案理由のところ、いっぱい書いてまして、はい。これも、判例のブルドックソースの判例を知らなかったとしてもですね、こっからある程度、規範が立てられるというね、えー、そういう状態になります。提案の理由書いてますね。えー、支配権取得、阻止するため。 まあ支配権取得阻止、あーと気づいてください、不公正発行ちゃうの、支配権維持のためだったら、これは問答無用で不公正発行ですが、支配権獲得阻止です、ね、えー、これもまあ不公正発行の一種じゃないのというふうに気づきうるところはあります。はい でさらにその後、ねえー、本件無償割り当て、えー、企業価値既存し、強同利き害するものであるという判断、で最終的に株主の意思入れされるべき、なんかどっかで見たようなというふうになる方が多いとは思うんですけども、ここもなんか規範に使えそうだなという感じはしますね。要は正当化する理由ですよね、不公正発行じゃない、平等原則に反しないというふうに正当化する理屈づけが提案理由に書いてくれてます。 だから判例をまんまびっちり覚えてなかったとしてもこの提案の理由のところをある程度構成するだけでそれなりの規範は立たれるようには作ってくれてます提案理由上から4行目ですね企業価値の既存企業価値の既存 共同利益害するでまあこの辺りですねこれもキーワード的な感じで規範に使えそうな内容ではありますはいで結果 90%, 賛成えじゃあ90出席の67賛成というね、えー、そういうことで提案 会社提案が賛成。株主提案は秘訣。というね、そういうふうになっております。はい。ということで、まあ、これは新株予約権をいかに差し止めるかっていうね、そういう問題になってきますので、はい。新株予約権の差し止めですね。新株予約権の差し止めの、まあ、新株発行の応用というね、そういう意識持っておけば、条文引くのはそんなに苦しくはないはずです。新株予約権って大体どの辺からあるっょっうと、230あたりからありますんでね、238からね、238、6あたりからね、ありますけれども、その中で新株、 発行と同じだと思えば、えー、議決権、えー、決定権者が書いてあって、で、その後割り当てが書いてあって、払い込み等があって、で、その後ですね。えー、その、199条以下と条文の並びはほぼ一緒なんでね。えー、そういう意味で探すのはさほど空じゃない。で、247見ます。で、247見ると、えー、次にかかる場合、不利益受ける恐れ。238の募集にかかる新株予約権の発行と書いてあってね。ここで文言にあれっと引っかかりを覚えてください。 新株予約権、新株発行と同様だということで247でいきたいわけですけれども、はい、不利益要件と、238の発行の差し止めですね。で、1525。 こうなっております、はい、238じゃないですね、今回。238は普通に新株予約権を募集するという形ですね。募集株式の発行の、まあ、新株予約権版、これが238で予定されていて、今回は株主に無償割り当てなので、どんぴしゃではないんですよね。ここで、念のために、 無償割当てのあたりの条文も確認しとこうというふうにするのが確実ですね。で、もしかすると無償割当ての差し止めというのはあるかもしれないから念のために確認。で、見ていくと、新株予約権無償割当ちゅうのは、その後277に条文が上がってくるわけですけれども、無償割当ての277以下見ても、無償割当てできる。で、株式会社は発行ができると。で、279で効力の発生とあれ終わり 2七七か2七九たいですよ無償割当て独特の差し止め条文ないことも気づきます。ってことは累推すするしかないなといいとううふうに判断できますこれブルドクソースの判定知らなかったとしてもこういう思考で十分。 答えにたどり着きますまず、238、あら、ここで条文の引っ掛か,かりを覚えてください。で、えー、無償割り当てだ。238の発行ではない。条文差し止め。 無償割り当てそのものには条文が置いてないってことは、これは238度を類推するしかないと。でもそうなると、これはね、237、247類推しかない。で、ここは趣旨からまあ行くとさらにいいですよね。247ね、えー、差し止め、認めた趣旨は、というと、既存株主の支配権に関わるね、えー、そこの、えー、価値を保全するための差し止め、これを認めようとするものであると。ねえー、既存株主のまあ一応利益、これを守るための制度。で、これは無償割り当ての場合でも、既存株主の害される場合ってあり得るから、なので類推適用するべきだと。 というふうにね、こう構成したら OK ということになります。はい。あとは、不利益要件忘れないでくださいね。不利益要件は、これは経済的不利益も含むということでね、も,もちろん支配権の、ね、低下、これも入りますし、それから株式、経済的不利益も入ります。まあ、今回、両方いけるかなというね、そういう感じでしょうか。不利益要件。持ち株比率の低下。 持ち株比率の低下がありますので、不利益要件は OK でしょう、はい。あとは1号、2号。1号、平等原則違反。もう1個は、支配権、阻止目的で不公正発行だと。 まあこんな主張が組み立てできたら OK です。はい、でまあ一応新株の予約権無償割り当てにも平等原則に関わる条文は実はありまして2七八の2項かなこれも挙げられるとプラスになるのかなとは思います。進化部 無償割り当てですね。新株予約権の無償割り当て2782項というのがありますので、まあこれもね、えー、株式、株主平等原則の現れということで、えー、株主平等原則に反するもの、原則として無効となると。で、えー、これは法令定款違反になるんだというふうにまあ説明する。ここ、そういうものはね、 後者の主張、おつ者の主張か。おつ者の主張として構成するのはそんなに難しくはないというところになってきますね。はい。えー、さらに不公正発行のところもね、えー、ここも不公正発行とはどんな風に言うかというと、これはね、えー、不当な目的での発行を言うと。不当な目的での発行で具体的には支配権阻止目的、支配権維持目的ですよね。えー、そういう目的での発行というのは本来資金調達目的を書くということで、これは不公正の発行に当たるというふうに考えていくのが、まあ一応のね、えー、おつ者側の主張ということになるんだろうと思われます。 はい、あとは、逃避ということで、判例の規範がね、できるだけまあ出てくると理想的というふうなところであります、はいえー。判例の規範、出てこなくても、もうほぼね、構成もできちゃいます。確かにまあ株主平等原則が及ぶとは言うものの、ねえー、企業価値を毀損する恐れがあって、株主共同利益を害すると、そういう恐れがある場合には、例外的に株主の意思、 に基づいて、そういった敵対的買収を阻止する方法も許されうるとで。あとは、まあ、ここのキーワードになりそうな要件出てくるといいですね。公平に反しない限りとか、相当制優する限りというね、えー、そこが出てくるとまあ理想的にはなってきますけども、まあ、少なくともここの規範から、ねえー、株主、共同利益を害するという場合には、 相当性があれば、OK、株主の意思尊重というところも手続きにかしなければ OK と。 まあこういうふうな規範は現場でもひねり出すことはねそれなりにできそうな感じではあります。もちろんブルドックの判例、ね、えー、ベタとある程度押さえとったらまあこれはべたっとかけるとは思うんですけれども、まあ、ここのおすし屋のキーワード、ですねおし屋の主張のところからね、ね後者か、後者の主張のところからまあ十分にね構成できるところでありますのでね、ね、え、企、ー、業価値の既存の恐れ、共同利益が犠するという恐れがある場合にはこれ必要性言ってますので。 相当な範囲であれば許されると。まあこの辺は規範の立て方のコツですよね。必要性があったとしてもね、えー、相当性というところを書けるとやっぱまずいのでね、えー、相当性を書か,かない限りは適法だと。で、なおかつ、ね、えー、最終的には企業価値の既存されるかどうかは株主の、まあ一応利害が強いわけなので、その株主の意思を尊重し、その株主の意思決定が まあ、手続きに瑕疵があると、問題がない限りは、尊重されるべきであると。まあ、そういうふうな規範立てれば、十分な、ね、えー、合格ラインに乗ってくるね、お話かなと思います。はい。えー、うことで、まあ、ここは、ね、えー、現場思考でもなんとかなるぞっていうね、えー、そういうのを示しておりますが、まあ、現場思考にな,ならなくってね、えー、かける、おそらくロースクール出身者は、 かなり勉強してる判例の一つになると思うんでね。えー、ロー出身者は有利なね、えー、そんな感じになるでしょう。逆に、えー、予備出身者の方は若干勉強時間の問題でここまでね、えー、深くこっちと書き切るというのがね、難しい方も多いかもしれないので、まあその意味でいくとこの問題は、ロースクール生優遇の問題というね、えー、そういうふうにも取れなくはない、えー、そんな問題です。必ず2年間のね、ローの勉強の中で触れる判例にはなってくるはずですので、まあそういう意味ではね、えー、そういったロー出身者いうのをちょっと優遇しようじゃないかと、ね、勉強の浅い予備出身者にね、ちょっと困 やろうというね、えー、そういうふうな意図を感じなくもないね、問題ではあるかという感じはします。はい。あとは不公正発行のところですね、これもちょっとだけね、えー、会社側の反論ですよね。ここもまあ、ブルドクソースの判例が基本的に挙げられると理想ではあるんですけれども、先ほどの通りです。えー、ここですね、えー、企業価値毀損の恐れがあって、で、共同利益害すると。 という恐れがある場合には相当性ある範囲でね、えー、その不,幸、えー、不平等な発行というのも許されるんだと。でしかもなおかつ最終的に株主が手続きの瑕疵なく最終判断したものであるならば尊重するべきであると。これは不公正発行の場面でも同じであるというふうにね、したいでもいいのかなと思われます。はい。若干ちょっと今回気になるところは、対価の問題です。 非的確者1円と書いてますねでここは若干ちょっとブルックソースの判例との違いでブルックソースの味案だと時価の4分の1ぐらいの値段にはしてたんですよねだからそれでいくとあまりにも対価が不公平という指摘はなし得なくはないです まあ、あまりに対価の経済的格差が大きすぎるというね、えー、こういう指摘はできなくはないとは思います。 ただ、なんとなく、まあ、こういう敵対的買収に対しては、日本人の多くではありますけどね、こういうのは、まあ、阻止できてもいいだろうという思っている方が結構多かったりするね、ところでありまして、まあ、これは、反対方向の事情として挙げておくといいですね。確かに対価の点については、その非適格者で落ち者については、新株予約権について、1円で買い取るという意味で、他の株主が株式の額で、それでえ取得されるのを比べても、あまりにも差が大きいようにも思われると。しかしながら、 会社の企業価値をね、毀、え、損、ー、しないために必要かつ緊急でやむを得ない方法であるならば、えー、例外的にも許されるべきであると。で、えー、本件では、まあ、いかにオス社がひどい会社かというところがね、問題文でいっぱい上がっておりますんで、えー、そこをまあ指摘するといいんでしょうね、お、えー、ス社の問題点、短期で株を売却して、その差益で儲けようとしている。ねえー、会社を、ね、権獲得したら 経営陣入れ替えてて切り売り売して儲けようというね、えー、そういうふうなまあ手法をとっていると。で、えー、なおかつ会社に対する、ねえー、業務内容を無理解であるというところからすると、その、 新株予約権単体で見ると確かに適正な対価、偉いじゃないように見えるかもしれませんが、結局このおとちゃは投資で、ね、売却益で十分回収可能性のあるね、えー、そういうふうな、まあ一応立場ではあるので、その程度の不利益については正当化されうるというふうに共弁することもね、えー、まあ試験の範囲では OK だろうという気がします。はい。えー、まあ一応今回のところ1円のところはちょっと特殊性にはなるのかなというね、えー、そんな気はしてますけれども、まあ1円のところを指摘して、で最後ね、えー、どうするか。 ちょっと一円はひどすぎると思えば、違法という方向に持っていったらいいし、一、まあ、円でもやむを得ないと。こういう敵対的買収でね。えー、買収者はその他のところで利益十分得てるだろうとね。えー、十分ペイされてるという風うに考えたら、まあ、そこは政府、えー、にしていく、というのも考えられるとは思います。はい、以上で、まあ、五十点あるんで、それなりに幅広くね。えー、検討できたら OK だろうと思うんですけれども、まあ、あの条文から入っていって、で現場でも思考できるような素材も上がっているので、ね、そんなにこのね。えーし 点が多く重なるような問題にはならないかなというね、えー、そんな気はしているところではありますはい、えー、最後問いのさんはい、えー、逆のパターンが出てきますはい、えー、上記と異なり会社提案が否決されて株主提案が可決されたというねちょっと恐ろしい話を前提しますで、なおかつ招集手続きは問題なしというねそういう前提で見ていくと11番、えー、10番ですね、えー、P 社売却これを開始した で、えー、適正価格で売れる見込み、これが立ったんですけれども、31年1月になって、大地震で旧倉庫倒壊、で P で保管せねばならず、売却すると50億くだらない損害を生ずることが見込まれたと。 はい。こんな事情が出てきまして、当初の、有給資産で売却するという前提が欠けてるような状況になってますね。有給資産だから売却しろっていうふうに言ってた株主提案だったんですけども、有給資産じゃなくなっちゃってるわけですね。前提が大きく変わってる。ちなみに倉庫の価格はわからない。変わらない。はい。他方で11番。 えー、取締役会で改めてというお話があって、ねえー、株主提案、業務執行の決定にかかるもので従う必要はないのじゃないかから、えー、遵守することは取締役の義務なんだけれども、えー、売却すると損害、他方で売却中止しても資産価値維持されるし違約金も現時点で生じないこだわるなという,ふうな意見もありで他方で常に遵守すべきだという意見が述べるなど、まあ、あったけれども売却するという、ねえー、そういう,ふうな話になっちゃったとおいおいおい中いう、ねえー、そういう感じであります。 三つほど意見が出てきてます。はい、業務執行。従う必要。遵守に。こだわるなと。 他方で遵守すべきとあったけれども多数決で決まったというねはい多数決で可決しています。 はい。で、結果、多大な損害が発生したというね、えー、そういうふうになっております。さあ、問いの3ですね、えー、423条の責任について論じなさい。まあ、まずは決議の効力を検討した上でと書いてありまして、まず決議の効力ね、えー、有効かどうかというところを見ていきます。で、今回、まあ、あの、決議そのものですけどもね、招集手続き、議事は適法であるというふうなところを前提にしますので、その他の決議の可視ですよね。これがあるのかどうなのかというところを見ることになります。で、えっ、ー、と、ちょっとここはね、えー、気づけるといいんですけれども、 決議の効力株主総会の決議事項は295の2項に規定があるんですよね。295の2項でこの法律および定款で定めた事項に限り決議ができると。でその 定管変えて権限の所在変更、これが本件の決議なんですよね。会社法4364、3 6 2 4 5 1号から権限の所在変更しようと、こういうわけです。 定管変えて3六二の4項に1号から変えようとこういうわけなんですね。ってことは歌詞としては何が入れられるかっちゅうと決議内容の法令違反になるかどうかというところが素直な歌詞になると思います。 いいですかね、決議内容として3六二4項1号に反するとこういう歌詞があると言えるかどうかと。でどうしましょう、はいまあ、ここは権限変更の可否の論点でしてね、えー、3六二4の2項 364か、4個1 5重要財産処分について会社取締役課の権限としているのは会社にその質をね、できるだけ与えないためというところで、究極的には株主の利益を守るためなんですね。なので、究極的に株主のその、ね、利益を守るために株主自身が決定するようにしていくというのは、その趣旨には反しないというところになってくるはずです。なので、ここは法令違反にはならないと。なので、決議自体は有効というふうに考えておいてください。 はい。究極的には株主の利益を守るためっいうね、えー。そういう趣旨なので株主自身で決定するというね。えー、そういう定款変更については問題がないだろうというふうには思われます。はい。その上で423。はい。えー、任務形体の認定ですかね。はい。任務形体の認定していきます。で、今回のところは、 関係者の主張がいろいろ書いてまして決議の遵守というのがどうもキーワードになってそうなんでね、えー、決議の遵守というところを、ねえー、少しピックアップしていくとそういや、こんな条文あったなというのに気づけると思うんですね忠実義務の一内容として決議遵守義務というのがあるんですね。 で本件は決議を遵守したんだから任務形態なしとも思えるというね任務形態の否定方向の事情が結構強くありますここをどうクリアするかあるいはもうクリアしないかどっちかですね決議遵守義務が3・5・5にある で今回も株主総会の決議の遵守をしただけなのでね任務形態はないとも評価はできるとただ、あくまでも本件はその決議時点と状況が変わっているのね新しい状況が加わっているのでその状況を踏まえるとどうなのか新たな事情からすると 次の合理性失われた事情なんですよね。売っちゃったら五十億も損失ですよ。でまあここで数字使ったらいいですけどね、五十億の損失がこの会社にとってはどれぐらいのもんかというところでいくと、まあ年間売上三百ありますけれどもね、えー、年間売上の六分の一、二ヶ月分が吹っ飛ぶようなそれぐらいの損失を。 受けるわけでね。え、それは無視できない金額の、それから無視できない割合の損失というふうになってくるはずですね。2割の売上です。売上の2割ですからね。え、利益率考えたらもっと低いわけですね。え、利益率考えたらね、え、これはもう数年分の利益に匹敵するかもしれないというぐらいの非常に大きな損失。これが出てくるわけです。それ考えると、 損害回避義務もあるるんじゃないのとい気がしてくるよ、ね、取締役の全管注意義務の維内容としてね会社に損害が生じそうであるならばその損害回避するために適切な措置経営判断をするべきそういうふうな義務もあるんじゃないかなとでこれ経営判断原則からするとあまりにも不合理な判断なんですねこれ経営判断からすると意思決定そのものが まあ著しく不合理なな意思決定の内容になっているんですねこのような状況で売却するというのは決議がない状態であれば不合理な意思決定です。決議なければ経営判断としては不合理と。 ま、これを悩み見せてください。結論どっちでもいいので。まあ、原則論からすると決議遵守義務があります。なので、決議に従った以上に向けたやなしが一応原則論にはなると思います。しかしながら、その決議の正当性を失わせる。特段の事情が発生した場合には、経営判断として決議に従わないというふうな判断するべき。損害回避義務がある。 とといいいうに言ってもいいのかなとは思われますだって取締役って基本的には株主のためにあるわけでね損失は結局株主に還元されてしまうことになっちゃうわけですからなのでその株主が一旦確かに売ったらいいと言ったけれども損が出るのに売ったらいいとは株主は多分言わないだろう、ね、株主の推定的意思を考えてね、えー、明示の意思の後に変更する推定的意思これが出てきたんだったらそれに従うような会社判断経営判断というのも十分あり得るという気がします。 はい。ということで、悩みを見せてください。決議遵守だけで一本ね、入り込まないようにしてくださいね。決議遵守義務あるからに向けたじゃない。これだけでは一応の水準を切る恐れがありますね、えー。決議遵守義務だけではなくって、プラスアルファ今回の特殊状をちゃんと拾って、 まあ、もしかしたら決議順守義務だけでも一応数字になるかもしれませんけれども <laughs>、ね、えー、ちょっとここは特殊条がありますので、そこはちょっとね、入れといてください。まあ、そうは言っても20点なので、この悩み見したらね、もうおしまいというぐらいのところになるかと思います。はい。あと、損害因果関係50億、因果関係特にね、えー、検討。えー、一応は触れといて、 文言に当てはめですね。えー、それぐらいしといてくださいね。えー、こういった任務形態なければ生じなかった因果関係もあるとかね。えー、一言言うだけで一点入るかもしれないという期待がありますので、まあ、そんな因果関係も一応最後までね、えー、丁寧には書いといてください。はい。まあ、そういう感じで、ね、えー、決議なければ経営判断と主合理。まあ、経営判断と、 決議順守との、まあ、衝突ですかね。えー、そういった、まあ、問題なのかなというね、えー、そんな感じで受け取っていますが、まあ、どれぐらいのね、えー、ところが5かぐらいになるか、ちょっとなんとも言えないね。一応、決議順守義務は絶対ね、えー、書かなきゃいかんかなというふうには思いますが、それの、まあ、正当性ですね。そこに悩みを見せてもらったら OK だろうと思います。はい。えー、参考答案。 はい。まあ、合格者の参考等は、まあ、書き出し第一のところは非常によく書けてるね、えー、感じだし、第二のところも、まあ、ブルドクソースの判例そのまま引っ張ってきたネッチねっちね。そんな感じでありましてまあ、一応水準は軽く超えてるだろうというふうには思います。から、最後のところかな、えー、第三のところで、えー、ちょっとここのところが決議の遵守義務だけでちょっとこう走っちゃったかなという感じはしています。えー、決議の遵守だけで走ったの若干ちょっと怖いかなという気がしますが、まあ、一応の水準、 大丈夫かなっていうね、えー。そんな感じですね。ね、えー、できたらやっぱここは本件では、決議の合理性を失わせる事情が後から出てきてる。それでも従うべきかというね。えー、その問題意識をちょっとね、入れておきたいところなのかなと思います。はい。 まあ、お得だったらそこまで入れるかなっていうね、そんなところですね。初見で気づける特殊情ですからね。本問で出てくる特殊情なのでね。そこは悩みを見せるというね、それぐらいが一応望ましいのかなとは思います。はい。そんな感じで第2問の解説についてはおしまいになります。まあ、ちょっとね、長くなっちゃったでまたここで休憩しましてね、5分ほど休憩取って、4時、手元今4時7分になってまして、4時12分再開したいと思います。 はい。そしたらじゃあ、えー、3問目のお話に入っていきたいと思います。で、えー、すいません。ちょっとレジュメの方でね、私、誤植があるのをね、指摘するのを忘れておりまして、えっ、ー、と、第、私の方の作った、えー、レジュメではあるんですけれども、えー、その3ページ目ですね、ちょっと誤植がありまして、え法、ー、のところです。えっ、ー、と、説問2のポイントのところの最終行です。えっ、ー、と、非適格者の日が、ちょっと漢字誤植になっておりましてね、えー、あらずの文字に非適格者の日ね、ちょっと直していってください。から、説問3もすいません。えー、説問3も3行目の 待つかな経営判断との衝突が生じるを踏まえになってますね生じる点を踏まえの点が多分抜けてると思いますすみません、ちょっと誤植ですのでね、えー、ちょっとここは修正していただけたらと思います。で先に言いますミンソも こう、ちょっと文字が抜けておりまして、質問1なんですが、1画目の末ですね、17条位を検討って書いてますが、17条位相の類水ですね。17条位相の類水。類水の2文字ね、ちょっと入れておいてください。えー、そこがちょっとね、誤食でして申し訳ないですが、えー、入れておいてもらえるといいかと思います。はい。えー、まあ、民想の問題ですかね。えー、これの検討に入りますが、まあ、あ今回の民想は、ほとんどの人ができなかったんちゃうかなってね、<laughs> そんな気もしている問題ではあります。まあ、なかなかこのね、えー、問題ですね、えー、ひねくれ者が作った問題っていね <laughs>、えー、そういう気がしてもならないね。 ありますが、えー、質問一から質問三まで全て課題型で後ろが二十五点というね優、えー、しめ優しめっていうかね、えー、軽めというねそれがまあ唯一の救いかなっていうね、えー、そんな感じの問題であります。まあ今回の民謡についてはあんまり出来不出来気にしないでください。あのー、たまに数年に一度ね、えー、民謡についての変てこり的な問題が出ましてまあそういう問題はほとんど差がつかないというふうに割り切っていただいて結構ですね、えー、そういう意味であのー、変なことだけ書かんとこうというふうに言いてください。もう課題に正面からそれなりに答えるという感じでなんとかね対応しとけばもう。 もそれで、えー、お茶濁してね、えー、この科目で沈まなければいいと、他の科目でカバーすればいいと、こういうふうに割り切ってください。はい、えー、問1から見ていきます。はい、まあ、全部課題なのでね、もうね、課題答えるしかないので、中見ていくしかありません。はい、えー、事例1つ目、X、当事者が出てきます。えー、まあ、家族が寄っていく感じですね。えー、で、キャンプ好きで、で、えー、Y から、まあ、キャンピングカードも買ったっぽいね、そういう事情になっております。はい、まあ、上から事実関係だけさっくり引いていくと、 えっとわざわざ A 県と書いてます他方で Y の方は本店が B 県だけども全国各地にあるとはい全国各地にして はい、そんな、まあ、大きな会社ですとで、XY 間で売買契約、これが結ばれて、でえー、従業員から180キロの、まあ、荷重はいけるよ、ねえー、そんな話を受けていたと、で契約書にも書かれていた、で契約書 Y が用意、でそこには一切の紛争 B を一新とする。 はい、合意管轄条項うそーとこの辺りからもしかして合意の解釈とかするんちゃうやろうなというね嫌な予感が漂ってきますでさらにその後引き渡しを受けたしかしながら破損した事故が起きたというねそんな感じになっておりますで、えー、事故について Y の方は責任を否定するということでもうやむなくですよね偽甲地帯解除 400万の返還請求すると、まあ、こういう訴えを起こしております、解、ま、除、あ、に基づく現状回復請求権、これが訴訟物になっております。で、A 氏に提起と、はい、こうなってまして、うわ、合意管轄と違うところにやっとるぞというところになります。A A 地地裁裁ですね C はやめとこう そこに起こしています。はい。で、その中で、えー、訴状においては以下の事実を主張したということで、えー、買ったよ。400万払ったよ。引き渡したよ。で、事故起きたよ。で、使用なかったよ。いろいろ書いてます、ね。で、その下、Y の答弁。B のみが管轄裁判所。で、16条1項で移送と。はい。16条移送を求めてきたと。 うわ、やっぱり管轄の問題か、というねえ。そんな感じになってきまして。ただ、管轄の中でも唯一と言っていいほど論文対策してるはずのところですよね。えー、合意管轄の解釈というね、えー。そういったところで、まあ、ギリギリなんとか論文対策してるかというね。えー、そういうところで、まあ、救われたかなっていうね、えー。そういうところではあります。はい、えー。で、なおということで、A 市中心部にあるのが、まあ、X の居住地とか L の事務所。で、Y の方はちょっと B 市の中心地で600キロ離れてるね。4時間も。まあ、この辺は事情として使えそうですね。はい。 6 0 0キロ4時間かかるとでしかもまあ Y の方は大きな会社です 大きな会社にも関わらず、せこいですよね。なんかね、えー、自分のところで裁判しようみたいなね。えー、そういうせこさ、ね、全国各地の点あんだと、別にそこでもいいじゃねえかとね、えー。そんな気もしてくるところで、まあその辺から、あ、合意管轄の効力、基本的には、まあ、狭めていこうというね、えー、そういう解釈をしていくといいのかなと思います。はい。以下、えー、L と収集制の会話で、えー、16条理想、ね、えー、どんな反応がありますかということで、えー、合意管轄から排除することないようとすると解釈しているようであるが、そうじゃない。という理由が考えられると。 Y は言ってるのは専属的合意管轄というねそういう言い方なのでそれに対する反論としては「不可的合意」というのがまあ適切な反論ですね。「不可的合意」であるとはい異なる解釈をするで Y の解釈の根拠も踏まえなさいなので根拠何でしょう でそれに対する反論で、えー、これが課題1です。ということでまあある意味典型論点そっくりという、ねえー、そういう状態ですのでまああんまりこれはね何、えー、ていうかなどうしようどうしようどうしようならないでほしいね、えー、そういう問題かなという気はしています、はい。まずは専属的管轄だというふうに解釈する論拠としましては法定管轄の 一つから選ばれていると。そういうところでしょうね、えー。とりあえず法定管轄がいくつかある中の、その中の一つが選ばれているときには、通常はそれだけを。 えー、管轄合意の対象にして、その他を排除するというね、えー、そういう合意と考えられる。まあそういったところが、まあ Y 社の論拠かなと。まあこれも典型的な解釈ですよね。えー、典型的な解釈であるので、そこはね、えー、論拠付けとしては、法定管轄の中から選ばれている以上は、えー、これはその他を排除する趣旨と考えるべきだ。こういうまあ論拠になってくるのかなというふうに思われます。はい。それに対して、X の付加的という反論ですね。まあこの辺が使えそうですね。 Y の方が作った定型約款ですよね Y の方が作った定型薬管で一般資料としてはそれに従わざるをえないという立場この状態で使われた約款上の合意管轄というものについては通常事業者の利益を加味してやっているというところからね、えー、それはある程度事業者の有利に使われているのが普通であると。なのでそれは消費者の側の利益を考えると不可的合意と考えるべきであると。 まあそういうふうな形でね、えー、一方的な事情に基づいて作られてるんだみたいなところを言っていたら、まあ、なんとなく作れるというところになるのかなと思いますはい定型約款だからですはい定型約款通常事業者の利益のみを考慮して作成されているとでいかに法定管轄の一つ から選ばれているとしてもですね、えー、それは相手方当事者のその、まあ出頭する裁判を受ける権利の観点からすると制限的に考えるべきであると。 こういう論拠を考えてね、付不可的合意とするべきだ。不可的合意なので、B のみじゃなくて B 以外 A も一応ね、えー、管轄の、えー、管轄が存在すると。こういう論拠がね、まず括弧1でできたらいいでしょう。はい。まあ、35点ありますが、課題2つなんでね。課題2つなので、まあ、1個あたり17点ぐらいというね、えー、そんな感じでしょうね。で、えー、根拠、それぞれの根拠書いて、えー、結論書いて、ま、あ17点ぐらい多分入ってそうなね、えー、そんな感じでしょう。あと、プラスアルファやるとしたら、合意管轄ですので、えー、合意管轄の有効性11条ですかね。 はい、11条の確認はしておいてもいいと思います。11条。はいえー、と一審に限り合意によりで、なおかつ2項で一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ書面で、ねえー、そういうことで、えー、これらを満たしているという指摘ですかね、えー、これはやっといてもいいと思います。管轄合意の有効性というね、えー、管轄合意が有効であることを前提に、かつその中から一つを。 選ぶ専属的とととすするるるその他を排除するという趣旨であるとこういうふうな説明が一番丁寧な、ね、形ですので、まあ、11条の1項から3項、まあ、1項2項かなえその要件充足しかつ専属的だというねえそういう説明をしてもらうのが一番いいかなというふうに思われますはい、まあ、これでも加点自由というところでしょうねはい、まあ、根拠としては法廷管轄の一部ですね法廷から 選択されているというね法定管轄から選択されている点、はいまあ、これが専属的な趣旨、まあ、合理的な意思解釈としてはそう解釈するべきだと。でまあもっと言えば。 合意の解釈ですのでね、えー、解釈基準解釈基準立てるとなおいいですよね。えー、合理、当事者の合理的意思を推測するべきであると。で、法定管轄の中から選択されている場合、当事者の合理的意思としては、その他の管轄を排除して、その管轄裁判所のみに管轄を与えるという趣旨と考えられる。みたいなね、えー、そういったまあ、その合意の解釈指針みたいなのも、おそらく加点自由としては入っているだろうという気はします。はい。次いっちゃいましょうか。括弧の2 はい括弧、えー、の2のお話ですが、えー、ところが Y の解釈前提にすると16条適用されるのかでなんとか A での裁判所での審理を求めたいと。ででそうですねということで本件定めの内について Y の解釈前提にするとしても A で審理されるべきという立場これを考えてくださいということではい解釈を前の 立場を前提にしてもなお A で管轄裁判所があるんだと A で審理するべきだとこういう論拠は何かないかなと思いつかなかったら条文言ったらいいですよね移送と言われてるんで16条の管轄違いだというふうに言われちゃってるんでねはい、えー、管轄違いだというふうに言われとってでも2項はこれ関西のお話だから16条2項はちょっと使えんなということになるんですが17条、えー、大臣裁判所 訴訟がその管轄を属する場合においても当事者及び尋問を受けるべき証人の住所を使用すべきうんたらかんたら考慮して著しい地帯避ける避け当事者間の公平を図るために必要があると認めるときは申し立しぬりまたは職権で、えー、他の開花さ判所に移送することができるというふうになってましてんなんか近いなというのを感じ取れるはずですだって B でやるとなると A さんは毎回毎回6 0 0キロの移動を余儀なくされるというねこういうわけで当事者間の公平というところがビーッと引っかかってくるわけね当事者間の公平という観点から17条の趣旨を踏まえてやはり A で裁判するべきだと17条そのものは移送に関する根拠条文かもしれませんが いそうじゃなくてその裁判所でやるべきというふうな論拠としても十分使えるんじゃないかということで17条の趣旨から類推適用してしまうというのが一個現場で考えられるね方法なのかなとは思われますはい一番近いのは17条なのでそこから類推して 位相制限に使うと、はい、17条は積極的に移すという理由で使うのを想定しているけれども当事者間の公平からすると移さないという判断においても17条の趣旨は考慮することができるはずだというふうに考えていくね、えー、これが一点できるところかなと思います17条の趣旨から類推していって移送制限につなげていくね、えー、そういうまあ解釈が考えられるかとは思います はいはい、あと条文まあ念のために後ろも確認しといた方がいいですね18関西の裁量位置は違うね今回ね19条必要的位相これは当事者の申し立て及よび相手の同意ということで両方の同意があるときになるんでね19条も本件では使えませんなので残るのはやっぱ17だなということになってきてただ20条以下も一応見ときます20条第3条の全3条の規定は訴訟がその継続する裁判所の 専属管轄に属する場合適用しないただし、括弧書きですね、えー、強引に定めたものを除くというふうに書いているのでああよかったと条文操作も書けそうですね20条1個、括弧書きから17、19これは排除されないと。 だから17から19の趣旨を考慮して移送の可否を決定することも排除されないというふうに、ねえー、論拠づけてもいいかなと。でさらにもっと条文後ろ行くと特許権あ関係ないから27はいいね21即時効果まだ違うなで22移送の裁判の拘束2個さらに再移送できないこれも何か使えそうな感じではあります。 16条で移送した後当事者間の公平おかしいなという時に元に戻そう別移送再移送これできないねというふうに読めるんですね22条2項からすると当事者間の公平を図るという観点からするとやはり再移送禁止も踏まえると移送を積極的にする場合だけじゃなくて移送を制限する場面でも17条を使うべきだとこういう論拠にね使っていけるんじゃないかなというふうには思われます、はいまあ、この辺り条文 引いていって気づけるところでね、えー。この辺も加味して当番作ったら、まあ。 それなりの答案にはなってるだろうと。満点は無理だと思います。ね。ミニ素法は、ある意味ね、マニアックな人は点取れるかもしれませんけどねえ。そこまでマニアックにこうね、やってる人はそうそういないということで、まあ、こんな管轄のところでね、一生懸命事前に勉強してた人がいたとしたら、それはすごいねというね、ある意味変態に近いかなとは思いますけどね。えー、ち,ちょっとね、この気持ち悪いね、管轄のところでね、ここまでがっつりやるかっていうね、えー、そんな気がする。まあ、ちょっと落としにかかってるね。えー、そういう問題かなと思いますので、まあ、ちょっと振り落とされないように、とりあえずは条文に沿って考えるというね、えー、そういうスタンスができてれば、まあまあ、ケーでしょう。 で、あと、誰でも知ってるはずの、この、専属的、不可的というね、えー、その話を、まあ、入れ込んでね、えー、まあ、理想としては20点ぐらい取れたら同じというね、えー、そんな感じのところかな、というふうに思ってください。はい。えー、第2問いっちゃいましょうか。はい。えー、今度は、移送申し立てが却下された後のお話です。はい。えー、今度は、英知裁で審理されまして、えー、第1回で、1から7のうち5以外認める陳述。で、5については、引き渡したと主張したということなので、はい。認否が書いてます。 地味ではありますが、民葬においては認否は超重要でして、ね、この認否、自白が成立すれば、当然その後立証不要の効果が生じる、争いあるところは当事者間の主証拠で判断,判断しなきゃいけない、弁論主義の適用ですよね、それが考えられてくるので、ここは認否、1から4、6、7、これは認めると。 こうなっております。で、5が、否認と。まあ、いうことで、まあ、問題文のね、えー、2ページのところでも、まあ、書いとてもらったらいいんでしょうね。はい。で、その後、えー、話し合った結果ですが、150万の時計が壊れたっちゅうね、えー、そんな話になってます。で、えー、100万請求されて払ったんだよと。で、えー、なんでそんなふうに今頃言うのって言ったら、無償処理できると思ってたと。で、えー、そこで、ということで、追加しております。はい。追加。 そして415条の損害賠償請求が追加されたともともとの請求原因は民545。 1ですね民法545条1項の現状回復請求権が訴訟物だったんですけれども、えー、追加、訴え変更で415が追加されたと、ただし、1か7の請求原因とされるところは共通と、こんな風になっております。はいで、Y の代理人、今頃100万の請求追加された、おかしいんじゃないのということで、4、認否撤回と。 はい、8番についても争うと。で9番縁三角。でこれに対して L 自白の撤回で許されないとああきたー典型論点っていうね、えー、これは取りたいところですよね自白の成否、まあ、これを考えなさいっちゅうねそんなお話になっております。はいで その下会話、えー、訴訟では X が訴え変更して請求追加してますねとでこう追加した時に元々元々の資料から新たな請求の訴訟資料どんな関係中と一応は遠用なくとも訴訟資料になるということで当然流用というねこういうお話が書いてあります。はい、訴訟資料にについてはは基本的には当然流用 当然流用がまずベースにあると。こう書いてあります。その上で、あなたの喧嘩を前提にしますが、L の述べる通り Y は4の事実、認めるべの事実自由に撤回することができなくなっているんでしょうか。で、これは自白の要件に照らしてると。まあ、そらそうだなと。ここはもうね、誘導、言わ,言われなくてもわかるというところであります。はい。でその後、えー、その通りですね。ということで、まず、えー、自白撤回できなくなっているかどうか検討しましょう。 これを検討しましょうですで、それについては前段の会話からすると成立要件の検討はもちろんですけれども元の請求真の請求で 4の位置づけこれを考慮してねと。でプラス変更後の撤回とこれが許されるかどうかこういうお話です。でちなみに撤回できないとしても。 一定の証明あれば撤回する場合がある。これは検討しないでね。ということで、まあ、あの3要件検討するなよというね、半真実証明とかね、そういうのは絶対検討するなっいう、そういう問題になっております。はい。まあ、ある意味これは事前の予想が当たったみたいな私の中ではね、自白そろそろ来るんじゃないかというね、その話はまあね、した記憶がえちょろちょろありますけれども、ま、やっぱり来たなっていうね、そんな感じです。はい。えー、自白撤回。 えー、それの不可能性。えー、これを検討します。まあ、自白の提言も皆さん今更ながら大丈夫だと思うので、ここ省略します。で、えー、っと、ポイントになるのはここですね。元の請求、新請求で4の位置づけ。はい。えー、元の請求は現状回復請求権です。はい。現状回復請求権を基礎づける上で、丸の4、もう一度見ましょうか。丸の4って7、日中と、本件事故。本件事故。 というのが、丸の4で書いてますが、主要事実に当たるかどうかですね。主要事実に当たるならば撤回制限かかりますが、主要事実に当たらなければ撤回制限かかりません。まあ、成立要件の中でも、まあ、主要事実性、まあ、これは要言及ですね。主要事実限定説は要言及と。 こうなりますね。 主張の4の事実の位置づけって書いてあるから、その事実の位置づけってのは主要か関節か補助事実かってそういう話でしかないのでね。なのでその意味で整理要件の中で主要事実限定説ってのはこれは絶対に言及しなきゃいけないと。そういう意味です。当てはめの際に必要だから。えー、そこの逆算で、ねえー、これはもう必ず主要事実限定説。まあ、民想247の趣旨とかね、そんなところでまずは必ず言,言っといてください。と同時に主要事実の定義も大事です。 主要事実の定義は訴訟物との関係で相対的に決まることもね、締めておいてくださいね。えー、訴訟物との関係で、訴訟物とある権利の発生変更証を定める法規に、要件に該当する具体的事実、まあ、私はその定義使ってますが、皆さん自分の使っている定義ね、訴訟物との関係です。で、民545との関係では、主要事実何かです。履行地帯解除ですよね。 この辺りは主要事実になるはずです。契約しましたよ。で契約について履行が伝えされている。まあ要は履行されてないことですよね。えー、履行催告したけれども履行されてない。で解除するよ。これらが主要事実に当たるってことになるんですが、丸の4事故そのものもですね事故そのものはどれにも当たらないんですね。 でこの事故そのものは、欠陥品、これの引き渡しを推測させる、関節事実です。 欠陥品の引渡しこれを基礎づける間接事実に過ぎないまあ別の言い方をすると5の間接事実です欠陥品であったというねなので間接事実の自白ということで自白は成立してないはずなんです 他方で申請求民四一五ですが。こっちとの関係では。事故というのは。債務不履行。損害因果関係が要件になりますよね。まあ、これに。損害プラス因果関係が要件になってきます。 本件事故というのが修理費という損害を基礎づける因果関係を支える事情ですね。欠陥品が引き渡されました。事故が起きました。なので時計の修理がいるようになりました。ということで損害まあ特別損害になるのかなと気がするので特別損害の予見可能性を基礎づける基礎事情ですよね。介在事情を基礎づける事実。 中身で丸の4は主要事実になっちゃいます因果関係を支える事実になりますそうするとです ここが意味を持ってきそうな感じですね変更後本件では流用されることを前提に考えろという問題なので変更前の4についての認否は変更後の請求との関係でもそのまま引き継がれるのが原則だとこういう話になってくるわけですよね。訴え変更前に ④ についいててのまあ一応認否がされているこの認否そのものは変更後の415との関係でも認否は維持されるとこうなると変更後のに請求との関係では自白成立になっちゃうわけですね。 でこれが最後のやっぱり課題のところですね、えー、変更した後に撤回した点が影響するかどうかも考えましょうここですよね変更後の請求限度の関係では流用されるのでやっぱり自白成立になっちゃってる一旦でもやっぱもう変更と同時にですね変更と同時に訴訟資料前の流用しますんで流用するということはその時点で 撤回制限項をかかっちゃったというふうになる。それを撤回していいのかっていう問題ね。これ問題点の切り分けっていうか、えー、問題点はちょっと誤解ね、えぇ、ー、法がいいんですけども、545の関係での撤回が認められるかじゃないんですよね。 変更後のとのとと関係で撤回認められるかとこういうお話なんでね、えー、間接事実の自白だから撤回制限項かからないとかそういう議論だけでは不十分です変更後の請求原因との関係で一応形上流用されるので自白の成立が肯定されるとでそれでいいかどうかというのがここでの問題意識です であととは答えどっちでもいいと思い思ます、ねえー、基本的にはその自白の一旦成立したものですよね、えー、これは、えー、否定できないのが原則でありますが、ただこれは当時にとってこれ予測可能性を書くんですよね、当初の原告、被告が当初の被告の側からすると自白に当たるという予測可能性はまだなかったわけですよね、相手の訴え変更というものによって一方的に自白にさせられちゃったとっいうね、えー、そういう意味で、ちょっと Y の方からすると、 攻めに行きすべき自由がないという変ですけどもね、ね Y からすると不意打ち的な自白の成立になっちゃってます。なので、やはりここは不意打ち的な自白の成立、当事者の,その、ね、積極的に認めて、相手の立証責任立証の可能性を、立証負担を減らそうという、ね、そういう自白ではなかったものを技術的に自白みなしにするのは、やはり Y の手続き保証上の問題が出てくるかなと。 その意味で自白の撤回を認めるべきというのもまあ考えれる答えかなとは思います。はい。論理だけで突き詰めると自白撤回は不可です。これね。論理だけ突き詰めると、丸の四の事実は第2の請求権との関係では自白に主要事実になっちゃうのでね。その主要事実について認否が流用されるイコール自白成立になっちゃいかねない。で、その論理を貫いていいかどうかというね、そんなお話だというふうに捉えられます。はい。 ということで、まあ多分ここに気づけるかどうかが良好のポイントになるかなというね、えー、誰でもが多分自白のね、成立要件の検討、ここはできると思うね。それから位置づけの、まあ、把握ですね。ここでミスったらちょっと一応の水準も厳しくなるかなと思うんですけれども、変更後の撤回できるかどうかは、今お話しした、変更されたことによって、前の認否が流用される、その結果自白成立になってんじゃないか。 というね。で、その成立みなしのような自白を撤回していいかどうかと。そこをね、えー、議論していただくといいのかなと思います。はい。なところで、まあ、相手からすると不意打ちだねというね、えー、そこがまあ一番ね、えー、言及できるところで、Y からするとそれは予測してなかったよというね、えー、そういう自白の成立はちょっと想定外というね、えー、そういう説明ができるのかなとは思います。はい。 まあ、検討としては、一応ここまでで、えー、なんとかね、えー素材、出題意図の、まあ、全部にはね、えー、食いつくことはまず無理かもしれませんが、ある程度の部分にはね、食いつけてるんじゃないかなという気はしています。はい。 え、最後のところ。まあ、あんまり検討価値ないと思ってたんですけどね。僕も去年のね、過去問ゼミの中ではもうね、えー、文章定数命令2年連続来ないだろうとかね、そういうふうに言ってたんですけどね。まさかのね、2年連続で、ちょっとここは僕の予測が大きく外れたところであるんですけれども、まあ、なんでこんな問題があってね、えー、10年に一度とか思ってたものがね、2年連続出るってことは、ま、あ多分20年出ないかなというふうに思いたいんですけれども、ちょっとここはね、えー、見方を、あの、僕自身ね、えー、講義のスタイルもちょっと、スタイルは変えませんけども、えー、文典に対する見方をね、若干変えようかなというふうには思っております。はいえーとりあえず 問いのさんですね、はい、まあよくわからない問題ですよくわからない問題なんで素直に考えてください、はい、えー、っと L さんがいろいろ調べた結果、えー、Y の従業員の T さんがどうも疑問を口に出していたことを知りまして訪れたところ死んだというねそんな話になっておりますねえー、相続人が すでに死亡済みとでこの T さんですけれども日記を持っていたとでこの中に欠陥らしきものが書いてあるとでも Z としてはプライバシーがあるので出したくないと言っております で、L が文定を申し立てたと、こうなっております。で、えー、文定の申し立て書には赤らうまでの事情が書かれていて、はい、えー、会話、えー、収集生との会話ですが、これ J なので裁判官ですかね、えー、裁判所の裁判官のお話です。えー、あなたには文定 O かどうか判断する際に、どんな鑑定かなどんな事故を考慮すべきかを検討してもらいますと。はいっていうね、えー、問題見ただけで何じゃそりゃってね、感じがしまして、どんな観点 どんな事情を考慮すべきか検討してもらいます。えー、条文に照らして検討する必要はありますが、申し立て書以外の事情を仮定する必要はありません。で、文定の有無、義務の有無の結論まで示す必要もありませんと。へ<え>、って <laughs> 当てはめいらないみたいな、そんな感じですよね。えー、文書提出命令の当てはめいりません、というね。 はい、ノット結論出せね結論出さなくてよいから「仮定するな」これも書いてますでさらには設計上のミスなので1971535の技術職業秘密に該当する可能性考えるっすよでもそこまでは考えなくていいと言ってまして「うん何だこれ?」 あこれ前年に似てたような問題に近いところありまして、まあ、文定の条文でいくと、ね、えー、1 9 7 1項3号はこれははですかね、4号はの話ですかね、えー、4号はの話。これは不要と、こう言ってくれてます。 ということで、消去法で考えるべきものですね、えー。220条のその他のところにはなってきますが、はい、えー、家庭を入れるな、という話なので、1号、引用したかどうかわかんないので入れません。<laughs> ね、2号、引き渡し請求権あるかどうか、ね、これわかりませんね、えー、入れません。ただ3号のところですね、前段はないにしても、後段、挙唱者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき、これはなんかちょっとん、んという引っか,かかりは覚えるところではあります。 法律関係文書設計の不備所持者と原告との間の法律関係を示すものになり得るかなというふうな文言的な引っかかりはあり得るんですけれども、まあ、否定しても結構ですそこはね別に肯定しなくてもいいでメインはだって今回日記ですから4号の中でいくと日記あこれだなというのは一発で言いますね2これがメインだろうと。 もっぱらじ所持者の利用に供するための文書で、まあ、通称、自己線利用文書と言われるね、えー、これの検討かなということで、まあ、僕だったら、まあ、3号の法律関係文書、まあ、無理に書かないのも1つかなという気もしますけどもね、えー、ちょっとなんかかにだけ書くというのはなんか寂しいなというところもあるので、まあ、2つ書くのもありかなという気がしています、まあ、メインは自己線利用文書日記ですしプライバシーですし ねえー、この辺からキーワード出てくるのは4号2になるだろうと思います、はい、その観点でいうと4号2自己戦利用文書ですよねもっぱら所持者の利用に供するための文書 看過しがたい。不利益与える場合で。特段の事情ない限り。文書提出義務があるという風にされているというのが、まあこの判例の話ですね。まあ、ここまで出てくるのはなかなかしんどいかなという気もしますけどもね。まあ、出てくる方はまあ書いたらオッケーですが、ま答、あ、練ではたまにこれね、えー、レクの答練でも文書提出命令についてね。なかなか出ないんじゃないかという風うに私は言ったりするんですけどもね、えー、一応まあここの。 自己選利用文書についてはたまにね、当連の話題にはなります。まあ、来年、同じ問題出ませんので、まあ、来年はこの2の定義はいいかなというね、えー、そんな感じはなるのかなと思うんですけれども、ちょっとその他の文書提出命令ですね、えー、その要件については、ちょっと判例の定義確認しとこうというね、えー、そういうのはまあ必要になってきちゃったかなというね、えー、そういう感じがします、はいえー。とりあえず3要件、もっぱら所持者の利用に供するためのもの、で、えー、もっぱら所持者の内部ね、 まあ内部の利用、えー、これ銀行とかの倫理書であればそういう感じで考えますけども、えー、もっぱの所持者の利用に供するため、で、看過しがたい不利益を与える場合で、特段の事情があるかどうかというのを考えていきます。であとは、どんな観点からどんな事項をと、ね、ここに合わせて答えなきゃいけなくてね、観点と事項。 なんかよくわからないけどもと。で所持者の利用に供するために当たるかどうかこれは所持者の利用に供される文書かどうかっていうのはどういう事情が所持者の利用に供されるに当たるかどうか。 そそれをを考考ええてくると、まあ、間接事実を考えるみたいな、そんなん感じですよね。所持者の利用に供するという主要事実を認めるためにじゃあどんな事項、間接事実があれば認められるかというとまあ、作成目的とか内容この辺から考えたらいいんじゃないのと。 じゃあ観点どんな観点でとここがちょっと書きにくいところでありますねどんな観点でこの要件該当性を見るのかというところですがこれ所持者の利用に供するための文書かどうか4号のハですよね4号の2か4号の2ですよね 趣旨は証拠の必要性、重要性だ、VS プライバシーみたいな、そういうふうな、まあ、趣旨の条文ですので、まあ、困ったときには条文です。観点条文の趣旨の観点から <laughs>、えー、そのプライバシーの害される程度と、から証拠のとしての必要性の、まあえー、調和の観点から。 そんな感じでやるとねなんとなく書けたという感じになってきますこの辺はもう現場での思いつきですんでね観点からこれはまあ別の言い方すると趣旨からいったらどうかなっていうねそんな感じですね趣旨を満たすかどうかの観点からこういった間接事実の事情を判断していくとまあ現場でのものすごい作文力がね求められるところになってくるんでなかなかこれは高得点が期待できないねもうこの 観点と事項に合わせるだけでも至難の技ですわ、これね、えー。観点と事項に合わせるだけでも至難の技ですけれども、まあ、事項と書いてあるので、まあ、その事項を角度変えれば、所持者の利用という主要事実を認定するためにどんな関節事実を入れ込むべきかと。じゃあ、その間接事実の重足性をどういう視点から見るのか。 まあ、条文に照らしてというね、えー、そういうことになるんですが、条文の趣旨に照らして、ね、条文の趣旨の観点からというね、どっちかというところ、所持者の利用に供するための文書かどうか、というのはまあ、こっちなのかな、プライバシー。 こちらを重視しましょうみたいなね、えー。そういう感じなのかなとも取れるんですけどもね。あまりもう無理はしないね。えー、怖いところね。なので、まあ条文の観点からというふうに、まあ、ごまかすしかないかなと僕は思います。僕だったらそうごまかしますね、えー。うまく書けないところは、とりあえず問いに答えてるよというふりだけしとくね、えー。それで大きな失点だけは避けようというふうな感じでね、やっていきます。はい。あとは感化しがたフレキ、こっちは比較的わかりやすいですね。 プライバシーにどれだけ影響するかですね、えー。要はプライバシーどれだけ侵害するかという観点から見ると。で、感化しがたい不利益があるかどうか。どんな間接事実から見るかっいうと、やっぱりこれも内容ですよね。内容的に。もしかして日記ですよ。 旦那さんの日記もなくなったとね、えー、奥さんに見られたら、ちょっと恥ずかしいとこあるのかもしれないけどね、えー、こういう話をお店の誰々ちゃんとお話ししてとかね、そのように書いてあったとかすると、ちょっとね、なかなか恥ずかしいことが書いてあるということもあったりするわけですよね。なので、そういった、まあ、プライバシーの、えー、与える程度の内、な、ね、い、えー、程度が大きいかどうか、いうのは、内容次第ではあるんですよね。えー、書いてある内容次第。書いてある内容次第だし、あるいはまあ、もちろん、保管状況とかも影響するだろうと。 鍵のかかった金庫の中に入れとったとかね、そうなると誰にも見せるつもりがないようなものってね、えー、絶対に外に出したくないプライバシーというのがようよう推測されるお話ではありまして、まあ、そういった点からまあ考えていったらいいんじゃないのと、はい。で、特段の事情、これどうするよくわからんだと、まあ、もう一回これ重複だけど繰り返しとくかというような感じでしょうね、えー、プライバシーと証拠の重要性の観点からですね、えー、その内部文書だけれども、提出。 を基礎づけるほどの提出の必要性、基礎づけるほどの必要性があるかどうかを検討するとか、まあ、なんとなくそんな感じで書けたらいいかっていうね、えー、そういう感じでしょうか。はい。まあ、現場で粘る、ね、もう、ある意味最後の25点ですのでね、えー、最後の25点なんで、まあ、高得点を狙うというよりは、まあ、それなりに、 沈まなさ、沈まないであろうと思われるとはね、え、これ作るしかないです。なので、え、ここはもうね、え、事前にこう対策、対策しようとすると、もう、完璧に判例を覚えておくしかなくなってくるところであるんですが、多くの受験生からすると、この文定の判例をね、え、分析しきって完璧だっちゅうね、そういう人はまあ、かなり稀になってくると思いますんで、まあそういう意味では、条文から逃げずに考える。 で、まあ一応220条の、まあ2の判例ですね。もっぱら線利をね、もっぱら所持者の利用に供するためというね、えー、そこのまあ文言について、まあ少しでも判例知識があったらそれをちょっとこう拾ってという感じで、なんとかごまかすしかないかなという感じだろうと思います。はい。まあ最後のところはね、ちょっと私のね、現場での逃げの方法中のね、そういうのをちょっとこうね、示したような感じでありますけれども、まあ参考にしていただけたらとは思います。はい。えー、参考答案ですけれども、うんまあ、説問1はいいかなっていう気がするんですが、質問2から、 はい。えー、説問2から、えー、自白成立しないよ。というね、えー、そのお話を前提にしちゃって、ずっとね、えー、要は旧請求原因との関係で自白成立しないよ。間接事実の自白だよっていうところで、あんまり出題とにね、ちょっと近づけてないかなという、そんな感じはします。まあ、どこがかっていうと、最後のね、5番のあたりのところですよね。えー、流用されるというところの意識があんまりに、もうちょっと少ないかなっていうね、そんな気がします。流用される結果、 新請求ゲ因との関係でも自白になり得るというね、えー。そういうふうなところの問題意識が少,少しね、ちょっと薄いかなという気はしています。 あと、ま、8、え設、ー、問3のところですけどもね、ちょっと、うん、2番。まあ、こういう考える人もいるんかね、って気がするんですけどね、書くなって言われてるんで、僕は書かない方がいいかな、っていう気がしてますけどね。えー、職業秘密文書ね、書いちゃってますけどね。えー、僕は書かないだろう、という気がしています。まあ、あのー、合格者の中でも、これね、ここってこれ書くしかないなと思った人もいるんだな、っていうね。で、そういうところで、まあね、それでも合格するんだ、みたいなことを言ったらちょっと怒られるかもしれませんけれども、あのー、ある意味、ここのところはね、あの、そんなに、えー、大きなね、えーまあ なんていうかな、えー、得点は狙いにくいところであるので、まあこれでもまあそれなりに、まあ自己占領文書書いてるんでね、えー、それなりに点は入るんかなという気がしますけれども、ちょっとね、えー、問題文の誘導の読み方としては若干不自然なね、読み方をしている気はするところではあります。はい。えー、まあそんなところでまあ一参考というところでね、まあこれはもう完全解になるかとちょっとね、えー、なりにくい答案かなとは思います。はい。 まあそんなところで、まあ民訴は例年の通り、な、なんか変な問題というか難しい問題だったなというね、えー、そういう感じですので、まあ民訴では、まあそんなに差はつかんだろうというね、えー、そういう気がします。まあ民法と商法のね、えー、誰もが取れるところで失点してなければ、まあ民事権についてはね、それなりの得点が期待できるかなっていうね、えー、そういう問題だったというふうには思います。はい。まあ今後ですね、えー、民事権の勉強の仕方、まあ今日お配りしているレジュメ、私のね、えー、レジュメでも載ってますけれども、民事権についてはやっぱり訴訟物からしっかりね、えー、原告の請求、被告の反応を考えていけよっていうね、 そういうスタイルで今後も、ね、勉強してもらえたら、まあ、身近、そんなに苦手にはしないんじゃないかなという,ふうには思います。と、はい、ういうことで、えー、分析会身近についてはこれで終わります。どうもお疲れ様でした。